ばんは、こんばんは、みなさんこんばんは。声出てなくないおてち。こんばんは、てちびと申します。本日はダービースタディオやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。てことでね、今日もたくさん待機ありがとうございます。挨拶から読ませていただきますね。これから始まる大レース、ひしめき合って稲な子は天下のサラブレッド20歳馬を今日は配信めでたいな。走れ走れてちばを本命、大穴かきを生けて走れ走れてちばを追いつけ追い越す引っこ抜けずって、ほれほれちゃんいらんさいコンテチ来てくれてありがとう。いらんさいいらんさいコンテチ。それ最初から歌なんかな。そんな一月分の、作業量を超えてますよ。無茶です。いや無理、てか休みも入れられませんよ。あこんばんは的な話を会社でしてました。来月も厳しいつって、福岡和さんいらっしゃい、コンテジ来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃい。お休み取れんくなったんか、それは辛いな。いらっしゃいだよ。とルンルン待機、おてちこんてち、今日も大間さん走れれれれれ、筋肉痛は治ったかいつって、茶袋さんいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう。いらっしゃいだよ。ルンルン待機、いつもありがとう。筋肉痛はね、昨日の方がひどかったですね。今日はちょっと痛むぐらい。とこんてち、おまさん頑張ってファイトつって、ティマさんいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃいだよ。おまさん頑張ります。とこんてち、おまさん頑張れファイトファイトつって、キュちゃんいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃいだよ。みんなおまさんって言ってくれるのかわいい、頑張るね、ありがとう。とてちむき、こんてち腹筋配信ファイトつって、さっきさんいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう。てちむき頑張ります。いらっしゃいいらっしゃいだよ。とひろにゃん200円スーパーチャットありがとうございます。タラスーパー Thank you ありがとう。ワンちゃんもありがとう。声でえへんねんけど。ねえ声でえへんねんけど、なんでさっきまでそんなことなかったのに、なんで急にこんな声でえへんの。とダビピョ行ってみましょう、コンテチコンテチつって、ネギトロガンダムさんいらっしゃい、コンテチコンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃい。ダビピョイダビピョイみたいなやつでしょ。それでは早速参りましょう。今日で2月7日から見始めたてちびさんのライブ配信も幻の回と428も含む名言を除く、今回で50回目となりました。これからもよろしくお願いします。乾杯って違うかコンテチーズって、タカちゃんさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい乾杯。まさかの竹永さんスタイルやった。いらっしゃいいらっしゃい。50回も配信見てくれてありがとうだよ。とコンテチコンテチ、ではネタに参りましょう。今日でてちびさんの単独配信は305回目です。今日は旅した配信も愛軍団の勝利目指して頑張ってください。それでは乾杯いたしましょう。ご唱和ください。乾杯つって、竹中さんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい、本物の乾杯だ。いらっしゃいいらっしゃい。まさかの同時乾杯つって、確かにね。とコンテチチチ AG1 行くぜつって、みんちゃんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃい。ほんでコンテチおまさんヒヒファイトーつって、シオンさんいらっしゃい、コンテチおまさんヒヒ頑張るね。いらっしゃいだよ、ありがとう。とコンテチとりあえず歌ったね、温泉入ろうかなつって、ゴメスニキさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいだよ。歌ったねね、早く良くなるといいんやけどな。コンテチダビスタワシオイつって、マネクさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。ワシオワシオいらっしゃいだよ。と滑り込みセーフ乾杯つって、レイさんいらっしゃい、コンテチコンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいなさい。滑り込みセーフ全然間に合っとるんよ。待機ありがとう。とこんななこももコンテチつって、宮野さんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい。あめ食べていいっすか自分。宮野さんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい。ちょっとなんかガスボになる。本日おてちガスボです。コンテチおはようございます。でこうちゃんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃいだよ。おはようございます。よいしょ。とてちにゃんこんばんは、高評価をしました。つってひろにゃんいらっしゃい、こんばんは来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃいだよ。今日も高評価ありがとう。とスーパーチャットもありがとうね。タラスーパー天気ありがとう。
ガス鉄助かるっつって何も助からない、声どうしたってね。たこんてちこんてちっつってくるみさんいらっしゃい、こんてちこんてち来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいだよこんてち。よいしょ、5時間高音カラオケし続けた俺ぐらい声間違いないんだよな、夜にもガスが聞けるとはっつってね、夜やのにね。コンテチ今日から何年か眠っていた32型テレビで見させていただきますと、でつばめさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいだよ、32型のテレビデカテチですね、よろしくお願いします。よいしょ、ひとてちびさんこんばんは、つってかんなさんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいこんばんは、たこんてちーつてもこちゃんさんいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいだよだよたこんてち腹パキパキにすんのつてけんけんさんいらっしゃい、こんてちこんてち来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいだよ。バキバキにする気はないけどね、ぽよぽよやけんちょっと減らそうと思って。とこんてちこんてち朝まで G1 つってタルタルさんいらっしゃい、こんてちこんてち来てくれてありがとう、いらっしゃい、朝まではやりません大丈夫かいなつって、大丈夫ありがとう。とこんてちつって初音ミックさんいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい来てくれてありがとうつってガスボやったねマジで雨か、雨なのかつって、こんばんは、高評価しました、今日も来れて嬉しいです、学校の友達慣れてきました、ちょうど、緊張が取れました、よかったですつって、鈴木さんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい、高評価もいつもありがとうお友達ねできてよかったね、新しい高校生活もファイトだよと、かわいいてちにゃんつってひろにゃんせースーパーチャットありがとうございます、ありがとうございます、タラスパーテンキューありがとうありがとうねわよしよし、コンテチーつってジジイラーサイコンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいだよよしということでね、今日もたくさんの挨拶コメントありがとうございます。ガス棒でございますが、本日のおでちもよろしくお願いいたします。あ、そうや、ツバメさんが32型で見てくれてるから、せっかくなんでね、32型で、でかいおでちをお楽しみください。でん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 でかでかおでち、でかでかおでち、32型のおてち、ご清聴ありがとうございました。戻ろうなおてち。よいしょ、めちゃくちゃ声ガスガスやな、なんでだ。よいしょ、で前期こんばんは、明日でやっと金曜ですねって言ったらできーっつってつなさんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいとこんてちつって、夏目さんもいらっしゃい、こんてち来てくれてありがとう、デカテチクサーつって、やっぱテレビで見てますって言われたけんね、デカデカテチビちょっとやっていこうかなと思ってね、挨拶配信お疲れ様もありがとう進撃のおてちよかったしょ、40型で見るときまたやってもらおうね、やっぱねでかい手首を見てもらおうかなと思って、よかったしょ、デカテチの歌近日発売っつって、戻さんでもいいよって何も見えんくなるんよ、コンテチいきなりでかくて吹いたっつって、おちゃぴーさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃいちょうどでかいときに来ましたね、いいね4K で見るとお肌の丸々がんツルツルだよおてちはねブリンカーって知ってる？あーブリンカー知ってるよ、うちの子たちいっぱいつけてるからな、ずっとブリンカーの話しとったねあの子。さてダービースタリオンやっていくぞい、うまっぴょい、デカテチカパーイつって実は俺もテレビとね窓で見てますよ32型。おお、じゃあ今のデカテチ見れたちゃんと今週サツキ賞ですけど土曜の中山グランドジャンプという障害レースを見ますかつって、ああ障害レースあるんだね今週、そうなんやん分からん、あでも土曜日もしかしたら出かけてるかもしれんけど日曜日は見れるんじゃないかな、サツキ賞は見れるんじゃないかなって思うけど障害レースは見れないかもしれないですね
あ、わかりました。たこ焼きの時はうちの約50型見る、50型で見ることにしますって。たこ焼きの時はこの手首じゃないよな多分。よし、こっから思いっきり気を抜いていこうっつって違うんよ。 VR バージョンもお願いします。 VR 持ってないっちゅうに。メロンって結構早かったよね。あ、でも疲れてんのか。疲れてるって言った今。一瞬報告出すか。ひじりさんありがとうございます。学校頑張ります。ファイトだよ、応援してるよ。いいね。イースター帰ってこれんちゃん。あ、帰らそう。俺三条つって。ソジさんが100円スーパーチャット、ありがとうございます。タラスパー天球ありがとう。いらっしゃいいらっしゃいだよ。俺三条。ありがとう。でん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 。本編まで流しですねつって。流しじゃないよ、しっかり見といてくれ。ウマ娘しないのつって。ウマ娘今んとこする予定ないな。なんかみんなやってるけどね、楽しいって言ってるけど、そんなんだって思いながら聞いてる。クリームもなんか出んのか。状況オレスパーって障害物走に。なぜか会場の人たちから何かを借りるのも盛り込まれてたな。月の、運動会懐かしいねつって。借り物競争楽しいよね。やったことないけど。やったことないけど見てるの楽しい。いたずらっ子やな下の方。よいしょ。タラスパからのコンテンツ、今日も重賞を目指してファイトを高校評価完了だーつって。なしがみさんいらっしゃい、コンテンツ来てくれてありがとう。いらっしゃい、高評価もいつもありがとう。重賞勝ちたいね。クリームなんか良さげだね。レッツゴー。飴食べたらやっぱりさ、ガス出ち治っていきたくないね。タラスパもいっぱいありがとう。おじゅうちゅうさんっていう平地走ってた馬が出る方、ダビスターンで出てる障害 G1 レース記録更新しそうつって。そうなんや。障害レースにも G1 とかあるんだね。ウィッポも面白いと思う、競馬の歴史するにはつって。ウィッポなあるね。なんか新しいの出るんでしょ。もう出たのか。中京競馬6レース2歳1勝クラスダート 1400m。 でも旅下もまだクリアしてないんやけどって思いながら。スタートしました。まだ旅下もクリアしてないのに他の競馬ゲームできるかなっていうあれがありますね。生体のエンジンかかってきたねってね。やっと声出るようになってきた。さすがのど飴ですなって。本当ののどの飴よこれこそ。タラスパもありがとう。デスボイスからのクリアボイスになってきています。誰がデスボイスや。クリームクリーム、テチビさんの声も良くなった、勝ってってね。クリーム頑張ってほしいね。コンテチーつって。イズナさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃい、コンテチもう出たみたいですねって。あ、もう出てんねんや。なんか体験版みたいなあんなと思ってたけど。先頭は依然お主何者。さらに例えば今更ですか、ダイスダイスタッピーしてな。違うよ。違うよ。クリームモーアイ、わずかに。クリーム頑張れー。ダビスタはスイッチのゲームだよ。ニンテンドースイッチ。クリーム頑張れー、ありがとう。で、今はダビスタスラックに入ってるからなーって。あー、クリーム頑張れ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 。いい感じやってんけどね。本日ガステチかなっつって。何でもハッシュタグにするじゃん。誰の子誰の子。うわ、差し多いね。先行でいいんちゃう。あ、これ普通のオープン戦か。パドック別に見てよかったね。お主何者、さらっと流れて気になる名前つって。お主何者実はね強いんですよ。てち負けとるからね、お主何者に。いいね、ナイスナイス。4着 GG もありがとう。新名富士誰の子。さすがに印すごいね。ゆきちゃん、ゆきももちゃんいるじゃん。でも57キロやろ、重った。めちゃくちゃ
ちゃ重くない配信マイクは整えが普通、いつも必要さのためにガステチありがとうございます。違うって、マジで配信始める前までクリアボイスやってんやのに、始まった途端なんかあれこんな声じゃなかったのにな、さっきまでみたいになったんよ。でガチガチガチゆきちゃん、そだしとかの白雪姫ちゃん、あ、そだしとかと一緒なんだ、へえ。クリーム掲示板ナイス、もありがとう、ドンテテテテもありがとう阪神競馬11レース、お手金な煮物、かわいこちゃんだよ、ガオーっつって、かわいい、コンディションは良、買ってたもんつって、カワの子やつって、そう、カワの子なんよ。飛び出したのは大外キールコネクション、めちゃくちゃスタートミスってたけど大丈夫か、名称バッハ隣に釣られたか。7番新名富士かわして先頭、一応先行なんすけど、うちの子好意をキープ、そのうち8番、うん、湘南アポロ、関心とともに沈む生態、そうびっくりしたマジで。12番ゆきちゃん、川の子ファイトもありがとう。マスターフェンサーゆきちゃん、1、2コーナー中間外を抑えて10番誰の子も愛、これからバックス白雪姫っていうお母さんがいるんやね、多分いいね、可愛い名前やね。ライブコンサート16番キールコネクション、ね、そのうち5番当選紅桜、15番まだあるっしょ、うち抑えて9番タブレット PC、 3コーナーに差し掛かろうとしています。ぜひこんばんは、ひささんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃい。2馬身相手1番異次元、どうやろうな、4番レピアービット、16頭1段です。先行の位置じゃない気するけどな、もうちょっと前行ってほしいけどね。7番新名富士後位につけました、4コーナーから直線へと向きます。しんどそう、先頭頑張れ誰の子、頑張れ誰の子、いやさすがに重たかったか、うゆきちゃん、ここで先頭が入れ替わる、ゆきちゃん伸びてるけど前の馬邪魔、めちゃくちゃ邪魔やったね、全部塞がれたな、伸びようとしてるの全部塞がれたわ。わ、一番人気一番下じゃん、ペーそんな荒れたの、639やってめっちゃ荒れてる。今日おてちでかないっつって、え、でかい、さっきでかくしたからか。りゅうチャンネルさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃい。じゃあ気持ちちっちゃくしとくわ、まあでかくても可愛いっしょ、いらっしゃいいらっしゃい、誰の子ファイトっつって、川田さんがスランプ説ワンチャンあるな川田さんワンチャンあるな。イースターなんか入れようや、のてちありがとう、さっきもっと大きかったよっつって、そうさっきめちゃくちゃ大きかったからな。待って、イースターって1800とかも走ってるんや、へえ。あ、でも1000、G2 若干きつかってんな、なるほどな。金子さんのノーザンの馬強いなって、そうなんや、前の馬全部邪魔やったな、全部邪魔やった、マジで全部邪魔やった、邪魔ドキ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 。え、新山記念とかどうよ、じいさんな。伝説の恋の歌聞きたいです。毎回言うとるやないか。毎回歌ったら何も伝説じゃなくなくないか。まあいいんやけど、伝説じゃなくても。マフィンも帰ってこれるやろ、帰ってこい。あんまりうかうかしてられんの。お主はあれやけ、まだ未勝利やからな、今12月やろ、半年ぐらいは以上はあるけど、それでもやっぱりうかうかしてたらダメなんよ誰の子かしたおてちっつって、でかくても可愛いっしょ、姉さんさすがの自信っすっつって、自信できありがとうございます、でかくても可愛いし、ほう、なんか名言っつって何も名言じゃないけど待ってバグっとる、え、ちょっと待って、バグっとる、あ、治ったルーレットが止まらんかった、びっくりした。でかくても可愛いし、把握違うんよ、ハッシュタグではないんよ。
しようなん。伝説にするかも中伝するか、答えはもちろんトランキーロアッセンナよっつって、それが赤くて上が黄色くて、あ、黒い三型の勝負服ノーザ。へえ、謎謎かと思った今の。あ、東海これにしようや。あ、これにしようや。いやん、ダートばっかり走らせてるけど急に別にダートしてほしいわけじゃないんやけど、実を取ってほしいなって思っただけで。オッケー、まあ、いっか。バグといえば高評価バグってどうなんや。あ、そう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 、多分ね治ったんよ多分メイビーやけど、おそらく治っとる。なんかね、前回のやつが全く減らんかったから治っとるんじゃないかなって思ってるんよね。他の子たち見に行ってもなんか異様に少ないとかってないけん、メビーやけど治ったはず全部 G1 勝った、こんばんはっつって。アメリカンファラオの集いさん、いらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとうございます。よかったらゆっくりしていってください。全部 G1 勝ったの強いね、いいな。クリアじゃんこのゲームクリアおめでとうございます。高評価バグ治ったのか、おめおめーつって。坂倉つかささん、いらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃいだよコンテチ、本当におめでたいわ。やったね、おめでとう、高評価つって。ありがとうございます、皆様のおかげでございます、ありがとうございますあー、レイパパレさんか。レイパパレさん名前変わったんなん、そういうことなん。全部 G1 勝ったっていいね。まだ1回しか勝ってないわ、おてち。あ、父親のいいところやって通すといいね。暴れて怪我した、父親のいいところ。オッケー、うん、治ったのよかったーつって。いや、ほんとよかった。 G1 あとドバイだけど、ドバイに一度も行けないっつって。あー、そうなんや。やっぱドバイ難しいねんな。高評価バグ治ったなら高評価、あ、もう押してましたっつって。ありがとうございます、感謝します。本当に治ったんならいいねっつって。多分治っとるはず、メイピー。コシアンモンワイ4歳一生クラスなんやこの子。いや、いいと思うけど。なんか最近さ、刺し馬とさ、追い込みの馬多ないすげえ増えた気するんやが、うん、アメリカンハラーはスペル間違いそのまま消化粧してる。そうなんや。コンテチ車検ですって。鉄田さん、いらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃい。全然車検さんじゃないけどありがとう、ありがとう。G1 勝ちみたいぞ。てちびさんも見たいよ、 G1 勝つとこ。てちびさんの G1 勝つとこ見てみたいだよ。中山競馬4レース、うん、赤ちゃんはてちの推奨のエリザスターは赤割り、全然赤かったやつって。全然赤かった、びっくりしたわ、すっごい沈んでたエリザベスタワーってなった。めっちゃ走るやん、腰やん、もう大丈夫か。早くも先頭13番なんでそんな飛ばしてんねやろ、腰やん、もう愛ね。15番心の一個頑張りつけて、ありがとう、頑張ってほしいね。間違えた、カフェファリアはアメリカンファラオはスペル、あ、いや、そうなのファラオファラオでどっちがどっちか分からへんけど。1番名称軍配、高評価1回しか押してないんですけどまだバグってますつって。高評価何回も押せたらいいのにね。なんかさ、たまにさ、1回じゃ足りねーって時あるよね高評価1回じゃ足りねーっていう時あるじゃん。その後心のイコロ、テンエムオスカー突っ込んでくる。頑張れコシャン、いやいやー、ものすごい勢いよく沈んでいったね。潮が変わって AI もサシが有能だと気がついたんやってつって。あ、そういうこと。てか飛ばしすぎやと思うんよな。なんであんなに飛ばしたんやろう最初。コシアンもな、なかなか伸びれんな。イースターツルツルや、アーモンドアイおるんやがアーモンドアイおるんやが、
グリグリじゃん。マジマジか。オバヒドンテチーズってありがとう。オバヒやったな。ドンテチドンテチもありがとう。もうおまけ始まってるやん。本編前半見逃したわ。もうみんなやめようかなーつって。 NHK さんいらっしゃい。ドンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃいだよ。みんなやめようかなーとか言いながら思いっきりコメントありがとう。最後まで見ていってくれよな。展開に巡らないと今回は難しいですね。そうでっか。新山記念行きましょうか。サブアカでも押せば複数押せるっつって。確かにこれ圧勝のやつやっつって。アーモンドに田中健ってっつって。いやーグリグリやったなマジ。イースター頑張れーっつって。えこれ掲示板でも入れたら熱いけどツルツルやからな。どうやろうね。イースター頑張れファイターありがとう。135倍はきちいね。135倍かうちの子。まあでも135倍なんでね、未来あるね。うん。京都競馬11レース G3 新山記念。メールどこ行ったんやっつって。お前やね、どこ行ったんやろうね。なんで乗ってないんやろうね。ツルツルイスターっつって。ツルツルよ。スタートになりました。まずは先行争い。イースタースタートミスったけど前伸ばしてきたね。どうじゃろうね。とりあえずイースター頑張れっつって。ありがとう。タマモベストプレイ。内側受験っていうとプレミアコメがもらえるって聞いて、そんな反応ないでしょ。じゃあアーモンドアイに浮気したらあかんよっつって。浮気はせんよ全然。こい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 イースターこいって。イースターめちゃくちゃ気に入ってるよねそれ。100円買っても135倍ってなんぼや。分かれへん。イースター5階席ーっつって。もはやトゥルトゥルイースターやんっつって。そう一馬身相手10番鶴丸レオン。最後方は1番後ろからでも突っ込んできそうよね。各馬冬の京都競馬場を駆け抜けていきます。4コーナーから直線コースに入ります。ここから最後の直線勝負。頑張れーイースター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 。頑張れーアーモンドアイ。まだ動かない。頑張れーイースター。頑張れーイースター。頑張れーイースター。頑張れ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 
の子をイースターズで、どこかの幼稚園に通う誰の子、6歳よもう大きくなったね誰の子も。6歳かランドセル買わんとっつってね、まあこれでアーモンドハイよりイースターが強いってことやねっつって4月に新しい子入学するしそろそろかなっつってね、そろそろかもしらんな、馬に詳しくなってきましたねっつって、ありがとうございます。おてち牧場リストラ、リストラじゃないよ、卒業の儀よ卒業の儀。わー2番かー、でもマフィンとうたたねをねどうにか優勝させたいね、っていうかうたたね早く帰ってきてほしいな。西織マフィンファイトってありがとう。いやーマフィンもマジで勝ってほしい、もう勝ってほしい、やばいよな、そろそろ勝たんと。今のランドセルいろんなカラーがあって、京都競馬おっちゃん衝撃っつってめちゃくちゃいろんな色あるよ。1400m コンディションいいよね、かわいい普通に。スタートしました、コースタートは2頭アイアンゾーン、アスタートラゾン、あの茶色っぽいやつが一番いいわ。1番アイアンゾーンペースを作ります、外から上がるのはマキンドアイ、3番アスタードラゴン、可愛い。これを見るように外側4番名称やわらぎ、後ろに5番ファイターありがとう、外を押さえて7番エビファネイヤとアモンドアイの子は再来年かーって、勝とうって勝たいね、マフィンそろそろやで、マフィウラをナイスってありがとう、頑張ってほしいね。位置的には全然いいと思うんやけどな、先頭変わって名称ありだと思うよ。さらにある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 。2番マフィンモアイ後位につけました。ね、後位につけてるよね、わかる。ここから最後の直線勝負。頑張れ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 。先頭名称やわらぎ、その後アイアンゾーン名称やわらぎ。頑張れ頑張れマフィン。先頭は名称やわらぎ。頑張れ頑張れマフィン。頑張れ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 。かかる先頭が。頑張れ。アイアンゾーン伸び足がいい。アイアンゾーン先頭。アイアンゾーン。今のでしんがりなんの、マフィン。なんで？なんで？なんで？どこでそんな落ちた？マジか。くそー。てちゃんはブラウンがお好きとって、そう。もぐもぐタイムって何食べてんや。マフィン。つってマフィン裏行けーつってトンテちゃんありがとう喉なでなでもありがとうテチも馬たちにも活躍してもらうと盛り上がらないねつって、まあ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 頑張ってくれてるから馬たちのプチって気管支おかしい感じの席だから気をつけてありがとう中山競馬8レース4歳以上3勝クラス、確かに芝 1200m コンディションは良、苦しそうな席をしておる。スタートしました、どんてちもありがとう。鈴風ノワールギャムソン、まずは先行争い、ほんまに前の馬邪魔やったなって言ってね、途中から前の馬邪魔になったね。経験者なので分かる、機関士やばそう、あマジマジかありがとう、機関士やばそう。てちマフィン一頭で走らせようってもう絶対優勝じゃんそれ、これを見るように内側勝ち確ありがとうございます。内から3番鈴鹿ブレーン600m の通過タイムは34秒0、外から34秒早いね。4コーナーか直線コースに入ります、さあ直線の攻防、焼き栗焼き入れたれーつって頑張れ焼き栗、伸びろ伸びろ伸びろ、あでも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 来てる来てる、あ頑張れ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 焼き栗、頑張れ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 、いっぱい来たねー、逃げ切ってゴール、いっぱい来たねー、男子ファイトってありがとう、勝ちそうやったやんね今のな、いっぱい来たな無理はしないでねありがとう、無理はね全然してないんですよ本当にマジガチうん、大丈夫、外から来んなマジで、ほんまに外から来る、どうしような、
ちょんてちじじありがとう。でも今日からてちにき怒涛の喉6連勤なんだよねっつって、そうなの？どん？木金土日月か。本当だね。金曜日に配信出たらそうなるんよな。土日月かがな、4日連続やからな、そうなっちゃうんですよね。仕方ないね。あ、お弟子さんの席が心配で、お馬さんがレースに集中できへんのかなっつって、お弟子の喉心配してくれてんのかな、お馬さんたち優しき。明日は無言で高い。無言たこ焼きおもろいな。嘘じゃん。どうしようね。人間はチャット欄で会話しようかっつって。チャット欄で会話しないよ。歌ったね。どうよ、10月やろ。じゃあ10月ちゃうわ、4月か。ん、違うな、10月か。11、12、1、2、3、4、4月ぐらいに帰ってこれるかな。てちびじゅーは笑う。本当によ、無言たこ焼き配信は新しいなっつって、面見の無言配信なんか記憶がっつって。スケッチブックに書くのがよろしい方。マジで筆談、明日筆談配信もしかして。幻のオフライン配信復活っつって、チャット欄で会話しない無言。確かに何も言わないのが無言配信である。またみんなで古今東西ゲームかなっつって、気象ペンギンになりきるしかないっつって。MC 小麦で、本当に小麦の方が喋るかもしれんね。てっちゃんの可愛い字見れて羨ましい。てっちゃん字めっちゃ汚いから嫌なんよな。だったね、お金かかってるから気になるねっつって、いや普通に気になる、やっと別れの歌3句来たのにと思って。初陣で骨折してしもうたからな。どうだろうなーって感じよな。でも多分番宣なんよな、10月ぐらいに入球した子やから9月やったかな、番宣なんよな。それでこんだけ休んだらワンチャンやばいかもしれないねって感じ。よっぽどステータス高かったらあれやけど、クリームモア一番人気なんや。表情で語ってもらえれば察するよっつって、顔を出さんといけんくなるが、メンバーも空気を読んでコメントなしっつって。何の配信なんそれ。メンバーさんたちは優しいからちゃんと無言にしていくんだろうなっつって。クリーム頑張れもありがとう。謎配信だよ、そんなら配信せえへんわい。コンテチーズってニックイランサイコンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいだよ。クリームモアイ全部ひらがなは読みにくい、確かに。頑張れクリーム、伸びろ伸びろクリーム、伸びろクリーム。粘っている、イルデローゼ、イルデローゼ、イルデローゼ、逃げ切ってゴール。あれやね、ベルペローゼって。4着か。クリームも人気なんやけどね。山にキングリーやって、ほぼさ雪グリモアイじゃないこの子。山にキングリー、
ヤンチャクナイスありがとう、おしいもありがとう、クリーム頑張れ賞金稼げーっつってありがとう。あいつはコメントもなくただただたこ焼きを眺める配信吐くっつって、嘘じゃん。ドンテチありがとう、うん、またちに見せ場なくてもてちのトーク力で頑張れっつって頑張るわ、ドンテチ無言にしてくれてる、ありがとう。それでも今頃タコは焼かれるので震えているっつって、震えて眠れタコたちよ。あ、力は出せる状態、へえ、そうなんや、いいね。ドンテチジジありがとう、ドンテチジジファイトジジもありがとう。勝てないね、誰の子頑張れてんてんてんってつけたら無言みたいな雰囲気してるけど全然無言じゃないからな。あてちかわいいよってありがとう。露骨に褒められて喜ぶタイプの私だった。喉なぁ、どうだろうな。 G2 東海ステークスダート 1800m コンディションは良。てん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 じゃないよ、てんてんてんじゃ。まずは先行争い、てんてんてんはてんてんてんってもうしゃべっとるんよ。2番手9番ベンジェス、これでもスマホから目が離せないんよってありがとう。ここは展開次第で G2 優勝が目の前やって。3番アンジュデジール目前です、よろしくお願いします。ローズプリンスダム1、2コーナー中間、外から8番ソロル、14番名勝宴真ん中あたりにつけています。そのうち4番タガノエスプレス、カギカッコじゃないよ。11番パスカルのロマン、10番ソリタリーキング、名前ついたけども16番無言ガオーってかわいい、びっくりびっくりびっくり。1番人気12番山田キング、誰の子も愛だいぶきつそうな位置よるね。まる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 じゃない。最高峰は2番この配信荒らされとるって思われるけんみんなやめて。4参考に差し掛かろうとしています。荒らされとると思うけんみんなやめて。駆け抜けます。ここびっくりびっくりはてなはてなじゃないよ、てん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 じゃないよ。15番日本ピロアワーズ4コーナーか直線コースに入ります。いやー誰の子なーきつそうな一応な。日本ピロアワーズ、そして頑張れー、全然見えへんけど前髪きつかったかな、しんどそうやったよな。しょぼんしょぼんしょぼんつって、初見ですって、初見じゃないよ、初見の時すら初見ですって言ってないでしょ。でつもいつも可愛いから褒めなくていいよつって、いつも可愛かったらいつも可愛いって言うべきなんよ。応援してるチームが負けたので悲しんでいますつって、もてちも誰の子が負けたので悲しんでいます。いやー誰の子そろそろやな、マジそろそろやな、6歳やからな、頑張ってくれたな誰の子も、寂しいけどな、誰の子も卒業式かティーティーつって、ドンテチありがとう、オリックスに群も巻きたそこミス現地やったけどつって、今日はスーパー早送りしてないだけマシやんねつって、全然早送りとかする気はないよ。あれは怪我続きすぎて、早くみんな帰ってきてほしくて早送りしてただけやけん、そうじゃなかったら別に負けてても早送りはしないかな。8歳に負けとるっつって、8歳で走るの強すぎるからな、出遅れなければ伝説優勝っつって、確かに出遅れなければ。女の子は可愛いって言われた分だけ可愛くなるんよっつって、イケボーイケボーだ、それ応援してるチームが負け続いてるので逆におもろくなってきましたっつって、まあそういう時もあるよね。あ、コーロマイさんありがとう、おかえりおかえりおかえり、ありがとうコーロマイさん、ワン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 、あてちみんへおかえり、ありがとうコンテチコンテチーズって、いらっしゃいいらっしゃいだよ、来てくれてありがとう。ないめもみんなありがとう。やだー腰遅れてすみません、いやいや全然全然、ありが
がとうございます。更新していただいて嬉しいです。ありがとう。ナイメンもおてちみんナイスナースビーもありがとう。おかえりメンつっておかえりだ。メロンどうしよっかな。ナイメン乾杯ありがとう。バンジューほんとかわいそうつって。なんかこの子最近長め走ってるけど、長い子か1800一回走ってんのか。なるほど。1900走ろうやこれ。今悩みがあります。次ビールにするか焼酎にするか。焼酎です。焼酎です。足元不安か。なるほど。みんないい感じやってよ。君が読むでももうすぐ来るけんあれやな。いやまあ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 しゃあないな。うたとね、はよ帰ってきてくれたらいいな。ウイスキーですねつってないんよ選択肢に。コンテチーつって、もパナスさん、パナス屋さんいらっしゃい。コンテチ来てくれてありがとう。アイコン変わったね。何センシティブになった。肌色の部分増えてないか。いらっしゃいなさいコンテチ、ノンアルで許してくださいつって、焼酎ロックしかないやろ。めちゃくちゃ強い。わエクセラントカーブ、エクセラントカーブがグリグリや。いいな、ずるいな、なんでグリグリな、なんなんそれ。エキセントリックやんほぼね。ワインをつって、泡盛ロックじゃないんですか。泡盛、泡盛ってあれ沖縄かなんかのやつ。ここはあえてシャンパンをつってビールか焼酎や言うとるやろ。てて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 て。うまい。クロッカスってどういう意味なんやろうな。クロワッサンかな。東京競馬11レースは草津っていや印にシットもさせてくださいよ。芝 1400m コンディションは良。裏技テクニックシートか。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずどうやろな少年ボーイ。あそう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 。エーキセントリック。3番ミスターボーイ内から追い上げる。13番アンディビット好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしています。また年齢がって言われるけんあんま歌わんと。7番モアナアデラ。おてきなぁ、よく口ずさむさソングがさ、1馬身相手9番エクセラントカーブ。ソングシングがや、あの選曲古すぎてさ年齢がうんたらって言われるんやな。クロッカスは花、お花なんや素敵じゃん。そうなの。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。花の名前じゃなかったっけ。あ、そうなんや。王族各馬の動きはどうか。400を切って先頭知らんかった。そういうお花の名前があるんやね。粘っている。先頭は頑張れ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 。内から内からさせんか、内からさせんか。いやーオーバーヒットな。オーバーヒットな完全に。いや、やっぱ逃げやるとオバヒルな。逃げやめるか。でも内枠やったら逃げにしちゃうよな。ヘチッカスっつって悪口やぞそれ。いつも思うけど、お手伝い配信終わったら仕事した感があるっつってお手伝いの配信仕事なの。ダウンタウン少年ボーイはバレるってっつって、クロッカスはお話すっつって。そうなんね、それは古いんよっつって古いんよね本当に。じゃあ繁殖品バセールは行きません、お金ないから。とりあえず年齢がって言っとけばいい風潮つって、いい気潮つってね。エキセントリックは何やったっけそれ、乃木坂じゃなくて欅坂、欅坂じゃなくてまた名前変わったんやったっけ、忘れた。20代男性つって。どんてちありがとう。オープンいるけどまだオープンきついねっつって。いやそうなんよね、イースターね。オープンきつそうな顔してるよな川田さんにしよう。ワイもなんとかはっつって、それなんて読むんやって。ちびてっち、あかわいい。
やっぱりお手地の恋の歌がないとっつって。どうじゃろうなー。ピー、内枠は逃げ、それ以外は先行は勝ちやすいと思うよっつってね。ーそうよね、私もそれ派なんよ菅野さん派やっと思っとるんやけどな、先行でもなかなか勝てれんからな、どうしたもんかいかねーと思って。うーん、おっちゃんなんかわからないっつって、欅坂、あ、欅坂なんやそれはわーい、歌ったねが帰ってくるって、わーい、おかえり、早かったね、早かった早かった、よし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 、思ったより2ヶ月は早かった、よかったよかった、おかえりおかえりおかえりずってね、うたたね復帰きた、おかえりおかえり、よかったよかったよかった、うたたねおはようつって、おはようおはよう、おっちゃんズはスタスペハーつってかわいい、うたたね復活つって、おかえりだー、私っちが読めないから何欅坂になったのつって、違うよ桜坂やっけ今、うん、うたたねお帰りもありがとう、うたたねの復活に乾杯つって、いやマジ乾杯なんやが、嬉しいうたたね待ってたよ、おぬじよ、よかったよかった、1400おばひなら1200にしてみるとか、あー確かにね、その方がいいかもしれんな、イースターショー桜坂は福山雅治じゃーつって、欅坂名前変わったんですよ、あのテチって子が抜けてセンターのテチって子が抜けて変わったんでしょ、うん、桜も読めないのねっつって桜読めるよ、何やったかな、桜井先生っていう人いたから高校の時、うん、うたたねもうたたねさせないぞ、活躍してもらわななっつって、いやほんとそう、君をずっと幸せに、パララパンパパパパンパン、うーイエー、パパパンパパンパパパパンパパンパン、宝石のようなうたたねが帰ってきたつって、いやほんとめちゃくちゃ嬉しいなぁ、甘えでしょしゃん、桜井翔で思い出せよつって確かに高校の時おったんよ、福山雅治の桜塚好き、あれっしょ、ウォーターボーイズの曲っしょ、ちゃうかったっけ桜坂ってウォーターボーイズ好きやってんけどな、割とさあん時さ毎年やってたよね、夏になると、いつからかなくなったけど、その習慣が、イエスターなぁ、1200にするか、でも1800走っとったのにね1800走っとったのに、なんで1400走られへんくなったんやろうな、それはちゃうやつ、あれちゃうかったっけ虹やったっけ違うかったわ、違うそうです、ウォーターボーイズは違うやつやったわ、虹ってどれやったっけ、雲南の未来日記、うん、え、未来日記かとっつって、手ちんセンター肩 A、 肩 A って何おてち、欅にっつって、おてちじゃないよ、おてちじゃない、てちって子が欅にいたよ、うん、ウォーターボーイズはただ地図を広げて、うわ全然出てこんな、予約して前払いでお金を払ったのにウィップを返金つって、返金対応してもらった、一体以上つって、あ、そうなの、あいちゃんいらっしゃい、感じてきてくれてありがとう、いらっしゃい、返金ってしてくれるん
んやな。でででー、あったーみたいなやつや。ダダダー、ダンダンみたいなやつだ。にじって。わかったわかった。なんかウェポゼ1個変わったらしいね。型 A ならライトで使いたいっつって。あー、なるほどね。なるほどな。わかったわかった。あれだあれだ。野球だ。いやー、マフィンよろしく頼む。めっちゃ印ついとるんやけどな。どうやろうな。それそれっつって。これちゃん一番おっちゃん説つって。一番おっちゃん説つってどういうこと？あー、あのセンターで歌ってたタラコ乗せた子お弟子さんだったんですね。やっぱりっつって。違うんよ。違うんよ。それじゃないよ。わあ、マジで虹出てこうへんな。サビが1ミリも出てこんわ。レンレン、あたーしか出てこへん。でててーん、でてーんしか出てこへん。マフィンファイト、ありがとう。みさん、もしかしてセンターとして盗塁の数だけ車椅子寄贈してました？全然ネタがわからんのよ。センターって真ん中の人？じゃ野球知識がなさすぎて、ごめんごめんごめん。じゃ野球の勉強するわ、おてち。マジでわからん野球。ちょっと野球の勉強するか、おてち。1番人気14番1ミリもネタが分からんもんな。よく歌知ってるね。よく知ってるんかな。どうなんやろう。打ち抑えて8番ベルジュネス、11番カンガヒル、来い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 、マフィン来いっつって。野球ネタはほどほどにっつって。1ミリも分からんわ、びっくりした。センターライトって言われてもさ、多分ね、あの何、まあ、ライトって言うんやから右側守ってるんやろうなみたいな。センターって言うんやから真ん中におるんやろうなぐらいしか分からんからな。いやー、マフィンどうじゃろう。めちゃくちゃ外側だな。センターってその名の通り真ん中っつって言って、そうよね、赤星だっけって言うから、サッカーならうち教えれるぞって。サッカーもいまいち分からん。うわー、めちゃくちゃめちゃくちゃ団子だな。おい、あれ抜けれたらよかったんけどな。いやー、惜しかったね。すごい団子やったね、ここね。一番人気やってんけどな。いやー、マフィン勝てれんね。もうちょいや思うんやけどね。外野の真ん中がセンターですね。なるほどね。よし、あれか。なんとかプロ野球やって覚えるか。つって、なんや、なんとかプロ野球って。野球は打ったら一塁に行くんですよ。つって、わかる。それもわかる。野球わからない。え、しゅんさん野球わからんの意外だな。そうなの？うん、センターは真ん中にいて球を取ったり歌を歌ったりする人です。違う意味のセンターも含まれとる。あてっちにライト明太子がありますって。イエス、明太子。中京競馬どんでちありがとう。元プロ野球選手の赤星のりひろさん、メタテコなんて声優やってたらしいよ。異次元のスナイパーで。そうなの？どの人なんやろね、赤星さんって。まず何がいきますか。野球選手もね、本当にわからん。燃えるプロ野球譲りません。てっちはスポーツルールわかるのはある。好意につけています。そのうち2番星アンモーアイ、テニス。それから4番アイスフィオリア、うち抑えてテニスやってたからテニス。続きましてテニスはわかるけど、それから8番トモジャクワルト、5番、あとバレーボール。バレーボール見るの好きなんですよ。出てオリンピックとか。 600m の通過タイムは36秒0、3コーナーにぐらいじゃないかな。ここからサッカーもね、なんか細かいのがわかんないし。2番星アンモーアイ、好意を切り。野球の方がもっと分かれへんかな。でも1馬身相手、4番アイスフィヨルド、4コーナー。僕は野球大好きです。竹中さん野球好きなんだ。私モーアイやめたいんだけど、どうしたらいいっつって。もう普通にやめたらいいんじゃないの。やらなかったらいいと思うよ。サッカーはいいぞっつって。エッチだからテニスなのっつって。いや、なんかね、テニスも一緒にやろうよって友達に誘われて入ったんよね。頑張れ頑張れ頑張れ。惜しいね。星やん、今のめちゃくちゃ惜しくないか。いや、もうちょっとやったな。ガ
チですげえいい勢いやってんけどな、こちゃん。いや、多分あともう 200m あったら勝ったでね。刑事役らしい。あ、そうなんや。こんばんは。赤星の引退会見見て大号泣したものですって。コモさんいらっしゃい、こんばんは。来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃい。そうなんや、好きやったんやね。サッカー、今女子サッカー YouTube 配信してるよつって。へー、そうなんや。可愛い子もいるんだ。9番でライトは9番でライトじゃないですからね。いや、わかるわ。あてちのライトは PUBG ですね。はい、それもある。ビッグフライ大谷さんは知りません。誰や。テニスなんで最初のポイントは15なんですかつって。それはわからん。意味はわからん。ルールとしてしかわからん。こちやんって。じゃあテチが得意のカバディやろうぜ。カバディカバディカバディ。ジョンテチジジもありがとう。そこで引き止めてよ。引き止めんといけんとこやったの今の。頑張れ、どこから声出してんねんつって。え、変な声やった。惜しい、ジジありがとう。届かんかったね。惜しい、よかったのにつって。めちゃくちゃよかったよね。わかる。印薄いコシアンの方が勝ちそうだったつって。いや、そうなんよな。マフィンめっちゃ印いいのにあかんかったもんね。ジジありがとう。ポンテチーつって。ダビクトさんいらっしゃい。ポンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃいだよ。まあ惜しかったから実質優勝つって。今のはでも賞味実質優勝やな。点数の数え方いいですよね。ラブフォーリーンとか15、30、40って増えていく意味がわからないつって。私も意味はわからん。大谷は知らんやとつって。テニスでゼロゲームってなんだよってなるタイプの人ですって。ちちびちゃん晩ご飯は自炊つって。晩ご飯今日でもあれやったよ、肉じゃが。あれは十二進法とかの名残です。あ、そうなの。お疲れです。お疲れ様です。コンテチーズってタペロさんいらっしゃい。コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃい。2番 KM チェロキー先頭に入れ替わります。12番ムーンストラン。そんな私もテニス部つって。レイさん、そう、なんかそんなん言ってた気がする。13番ゲンパチルシファー方位をキープ。1番ダノンシティ。12進法の説明はできません。内から11番これへん。競泳オビエド。各馬第3コーナーをカーブしていきます。なんでテニスゼロをラブって分かりません。36秒4。分かりません。7番クリームモーナー。意味は分かりません。4コーナーから直線へと向きます。ルール分かるやつって言ったから、ルール分かるやつを言っただけで詳しくはない。やってただけだもん。肉じゃがっつって。めっちゃ聞くやん。なんでラブめっちゃ聞くやん。ラブズキュンしか分かんないよ、デッチは。いや、埋もれたな。いや、ガチで勝てへんねんけど今日。やばないか。応援してないからか。いや、違うんよな。なんか印強いのに勝てない子多いんよな、マジ。メロン頼むで、1900。クリーム頑張れ、ファイトつって。ありがとう。ちょ、一生懸命応援しよう。いや、でも応援しすぎたらちょっと自分の喉を心配してしまっている、時計の時刻が12進法やけどつって。そうなの。どんでちありがとう。スコア15、30、40はヨーロッパの60進法があるぐらいで、1ゲームで64分の1にずつカウントするようになって、45じゃなくて40は単純にコールしにくいという説が言う。へー、そうなんや。川田の呪いつって。川田さんの呪いなんかな。また再びお手地の配信にもしようか。京都競馬11です。テッシュについてめっちゃ質問される競馬シミュレーションゲーム配信者のぞ。コンディションは良。確かにすげえ競馬のゲームしてるのにな。16頭ほぼ揃いました。まずは先行争い。いや、ガチでこのゲーム勝つの難しくなったよなって思うんやけど。前より。あ、バン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 。こうちゃん140円スーパーチャットありがとうございます。タラスパーテンキューありがとう。14番マンハッタンスカイ。なんだ。あ、塩だ。ありがとう。ナイス塩。テンキューありがとう。ありがとう。7番名称椿。メロン頑張れって。ありがとう。メロン頑張ってほしいね。サッカーはあれでしょ、声が大きい方の勝ちなやつって。それガオンな、ガオンでもないけど、うたたねがその空気感を打ち破ってくれると信じてるってね。塩スーパーありがとう。野球はヤシの完成度の勝負でつって。
1000m の通過タイムは多分アイちゃんのことさよっつってアルデバランって多分星の名前へーカーブしていき清めとこうっつって本当やね清めとかんとやなありがとうぽちゃんタラスパ Thank you ここから先頭までは10馬身以上先頭は変わらずメイクハッピー、うん、後ろに16番メイクハッピーいいなその名前直線コースに入りめちゃくちゃ外回ってるからさこの外回ってんのめっちゃ体力使えへんのかなって思うねんけどどうよメロン頑張れ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 メロン頑張れ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 伸びろ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 伸び頑張ってんねんけどな強いねんけどなあでんでででんでんで宮野さん150円スーパーチャットありがとうございますタラスーパーテンキューありがとうバナナだありがとうありがとうタラスーパーくータラスーパーありがとうタラスーパータラスーパーもありがとう惜しいつっていやめちゃくちゃね突っ込んできてはいたんやけどねウィークリーム集中力ないんだよろしく頼みますこれで変わるかタラスパいっぱいありがとう頑張ったがじいじいつってありがとう頑張っててんけどねうん惜しかったねあんなに大回り走らんかったら多分いけたんちゃうかなって思うねんけどなとは思いませんかちょっと誰の子卒業式するか寂しいけど強かってんけどね6歳やからなこの子は早くなかったっけ入級あそんなことないあ7月まあまあまあでもさすがにピーク過ぎとるかなって感じやんな芝詰めっしょしかもそうよね芝詰めでダート走らせすぎ説あるなちょ芝行こ芝芝行って芝行ってみてやな中山記念中山記念でも強そうやねんなどうすっぺかねブリンカーやのブリンカーやめっちゃ来るからな夕張メロンなのにつって夕張メロンね早いんやけどねオープンとかどうじゃろうな普通に誰の子今作ブリンカムシャドーロールも突撃的変化する体験をまだしてないけど実際どうなんだろうねつってああでもおてち割とね劇的まではいかんくてもその明らかに遅かったっていうのはなくなってる気がするなんかね印の割に全然走れへんみたいなやつが割と多くってさおてちんところうんその子らがブリンカーとかつけるとまあ5着以内には入るようになったかなっていうイメージありますけどね知らんけど1900でも走れたなこんばんはつってゆうやさんいらっしゃいこんばんは来てくれてありがとういらっしゃいだよゆうやさんどうしようなメロン2000とか1900であんだけ走れたんやったら2000も走ってみるか2周開けてやからいけるかうん癒着ですやってもたーっつってせやな振りがないるなの1爆走に化けたりはさすがになくなった爆走にはならんかな爆走になったイメージはないなさすがにニニンニン俺的には施設の効果に疑問ああこうちゃん言ってるねずっと施設全然意味あんのっけみたいなね施設増えていけば、理不尽も負けも減ってくるよつってそうマネクさんはね施設ねあると言い派ないよねコメント欄でもね微妙にね施設分かれとるよね意見ブリンカーも結局そんな感じなんじゃないかなその人の基準がやっぱみんなそれぞれ違うけんさ、うん、
こんだけ効果出てもらわな、効果出てる気せえへんわっていうのと、ここまでで効果出てる気するっていう人で違う気がするから、意見まあどっちの意見もあるんだろうなって思いながらいつも見てる。振り仮名を与えれねえわっつって、振り仮名はよろしく頼む。今日はパンかぶらないの可愛いのに例え木でもいいよっつって、いやあれはパンの記念日やったけんパンかぶってただけよ、いつもなんかかぶるわけじゃないよ。自分が読めないのに上からコメントをする威圧系配信者、感謝します。センス増やすと確実に早めに勝ちやすくなるからねつって、別れるよねつって、いやそう別れる別れる、まあどっちもいい意見あってどっちもいいと思うし、おてちはまあそうだよねみたいな感じになる。あー1600、いつも本体の明太子をかぶっているじゃないですかっつって、これを本体だと思っていたのかい。どうしようかな、うたたねね早く走りたいんやけどね。オッケー、いい感じかな。おてちそろそろ新しい血入れへんのつって、新しい血、お別れの歌買ったよ。でもそうじゃなくてってこと、別れの歌の3句が今初めて出てきてるぐらいやけん、まだ別れの歌言ってほしいなって感じ。レジーナホールってなんやねん、お前絶対それ逃げでいけよ、潰れるから、グリグリで調子乗りやがってよ、潰れろ。焼きグリこんばんは、配信お疲れ様です。って進むさん、いらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃい、いらっしゃい。おてちのキャラクターイメチェンしないのつって、今んとこする予定ないな。そのうちやるかもしれんけどまだ予定ない。施設の効果が分かりません。施設は明らかに効果ありますよ、特に重ババ故障をなんとか、落鉄コース周りは劇的に変わりますつってね、どっちもあるよね、やけんお納めくださいつって。4歳以上3勝クラス、サンキュー、サンキュー、スーパージェット、ありがとうございます、タラスパー、Thank you、ありがとう、イエーイ、スタートしました、少しばらつきました。まずは振り仮名代、ありがとうございます、駅繰り頑張れーって、ありがとう。2番手9番別れの歌はほぼほぼ勝ちが約束されておるからなって、そうなの、でん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 、別れの歌の金箔とかがさ生まれたら、そのことを今のおてちんところの牧場の子とみたいな、打ち抑えて5番ソーラーフレア 600m の通過させたいって思ったらあれか、やけん外からボバを残せるようにせんといけんのか。なるほどな、正しくありがとう。12番のヒロミが僕の好きな馬の名前と同じだから勝つるっつって、ヒロミさんっていうの、正しくありがとう。めっちゃ走れそうな子は買わないのって、馬全然買ってないね実際は。焼き栗頑張れ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 、冒険桜押し切ってゴール。焼きぐりよ頑張ってんけどなー、ガンかー、五尺かー、惜しいねー。別れの歌めっちゃ強い、あそうなんや、まだね走ってないんよ別れの歌3区、1回もじゃない、1回目の初陣で初別れの歌3区が骨折したから、あおお、うわぁ、御心のままに6億持ってへんし持ってへんし、今お金ないって、あー3億5000万ならんかな、6億持ってる時もあんねんけどな、ねぎれねぎるしかない、じゃねぎるかー、ねぎるかー、3億になったらワンちゃん帰れば熱いな。いやでも見心か
変えたらでかいよな。買えば熱いよね本当に。ここはリボ払いで本当に一括以外で買わしてくれたらいいのにね。よし来い。仕方ありませんね。5億4000万。ちゃあね、足りへんねんと。マジで頼む、マジでマダム頼む。来い。あ、4億8000万来た。4億8000万来た。4億8000万来た。みなさんこんばんは。つって片柳さんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃい、こんばんは。3回目いきます。全然減らんやんけ。1億ずつ減ってるけどな。マダムお綺麗です。そうそう、褒めてけ褒めてけ、マダム褒めてけ。いやーいいっすね、その耳飾り素敵っすね。唇の感じもプルプルじゃないっすかねマダム。お目目もバッチリ二重で羨ましいっすね。あかんかー、くそー、くそー、帰ったマダムの唇超セクシー、石原さとみレベルとか言ってまあですよね、シワが個性的ですねは褒めとらんのよマダム大時計とか言っていい置物でっつって、ひょっとして女優さんっつって20代ですかっつってそれちょっと煽っとるんよ褒めたら逃げられた件について間違いないんだよな。なして逃げるかいかね。ほらわ、そう、褒め方寒かったらしいわ。あかんかった、二度とうちの敷居またぐな庭先お前過激派なんよNHK さん250円スーパーチャットありがとうございます。タラスパー Thank you ありがとう過激派やめなさいほんまにお金あるときに見心持ってきてくれっつって、いやほんまそう、ほんまそうなんよ。6億持ってる時あるんよな。ダメやった、置いてきーっつって置いてってほしかったね。高根の花やったな見心。いやー欲しかったな見心。いやマジ6億持ってる時やったら6億で買ってたしガチで。あーそうかー、マダムキラーはいらっしゃいませんかつって、お客様の中にマダムキラーの方はいらっしゃいませんか。はあ、なぜお通じだとバレたのだろうつって、言ったかん言ったかん、見心は魅力的つって、いやそうなんよね、さすがにさすがに魅力的よな見心な。タラスパいっぱいありがとう。マダムの心を研究しとかんとなつって、そう研究しとかんとよ。じゃあ歌ったね、出走登録するか。めっちゃ足細ない？ダートじゃないこの子、すげえすげえダートよなこの子。いやーこれかなー、こんばんはつって、ポテチはやめられないさん、え？ポテチはやめられないさん、いらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃい。どうしょぼーんつって、いちごミルフィーユさん、いらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃい、いらっしゃい。会えるクライシスなら、1100、1000も、19000だし、おすすめ？少しは反省しなさいよ、つって。一生してないの、おテチのせいじゃないもん。分かった、テチさんがイケメンになればいいのだっつって、イケメンか、おーおーフォルティー、マジ性格きついんか。まあやんちゃって言ってたけどな、とりあえず頑張ってお金貯めていこう。いやそうだね、ほんまにそれ、お金貯めていくか、謙虚に行きますかっつって、そこかもしらん、ジャイロで行くべきないんよこのゲームジャイロ。
クリームどうやろな、買ってほしいね。こんばんはってキロリンさんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい。キロリンさんいつの間にかイケメンになったんやな。いいね、1億9000万ですごめんつって1億9000万か、安いね。ウマ娘のガチャに使った石こっちに届いてませんかねつって、ちょっと確認したんですけれども、まだ落とし物では届いてないようですね。お役に立てずに申し訳ありません。もしね何か分かりましたらご連絡いたしますので、ウマ娘に使ったガチャもしかしたら戻ってこないかもしれませんがね、ご協力をいたします。出遅れは外、ハイパーノヴァ。まずは先行争い。惜しかったね、今ね。力を押して3番、おてちもイケメンが好きなのって。いや、おてちはイケメン好きじゃないな。9番、性格食いきついわ、デフォルト。うちの牧場割と荒れとるからな、みんな。ワクワクしてますっつって。危機的に展開変えるためにも、見心がスプリングスイーツ、ぜひ買ってください。ふんと勝つ馬生まれる。そうなんや。いや、見心今買おうと思ったよ。おてちだってお金があれば買ってたよ、今。クリーム頑張れっつって、ありがとう。頑張ってほしいね。別れの歌3区に頑張ってもらおうって。そうやね。とりあえずね、一旦別れの歌3区が頑張ってくれると、うちの牧場も安定するんじゃないかなと思うんやけど、早くないか前2人、おい、そこ2人だけでレースしとるんちゃうんやからさ、やっぱりや、13頭おるんやからさ、残りのさ11頭のことも考えてほしいよね。めっちゃ2人でね競い合っとったやんね。性格悪いよりはマシやけど、牧場の方向が分かんのかなっつって、方向風水の問題、実はカエルが本体です。あ、そういうこと騙されたなってやつやが、テチンはハゲが好きですってまあ確かにハゲっていう言葉好きやからな。クリーム、クリーム今度は頑張ってっつって頑張ってくれてんねんけどな、なかなか勝てないね。あー首痛いなつって、あー首痛いのは好き、本当にそう。ユタカッチにするか。おてちの好きな芸能人は、好きな芸能人か。あ、でも嵐さんが好き。嵐さんが好き。芸能人でいいんか。あれやけど、芸能人よね。嵐さんやったら私は相葉ちゃんが好き。ヒゲは嫌いですって、嫌いです。ハゲ、ヒゲ、デブが好みだっけつって、ヒゲは嫌いです。イケメンやんつって、芸能人で言ったらイケメンしかおらんくない、嵐イケメン集団つって。そう、それはそう。小峠とか言っときつって芸能人で誰が好みですかつって、小峠っていうやつまあおらんしょ。まあハゲやけど。お、いいね、結構やれそうな感じあって、クリクリはかわいいね、名前も。どうすっぺかね、ちょっと太めって言ってるか、うたたねちょっと絞っとこうな。嵐歓迎、ヒューつって。明太子系姉さんは明太子系男子は嫌いですか。明太子系男子ってどんな男子なんや、果たして。でもベレー帽かぶってる男の人は嫌かもしれん、私。あんまりね、なんて言ったらいいんやろ、おしゃれすぎる人は好きじゃないかもしれん、苦手かもしれん。すげえでかいハットみたいなかぶってる人とか、おしゃれだし似合ってれたらいいと思うんじゃけど、おてちは好みじゃないかも。ハンチングはハンチング帽っていうの、あーいやー、あんま好きじゃないかも。こんばんは、こんてちつって、じゅんさんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい。それアインシュタインの稲田にも同じこと言えんのつって、言えません。ブラヤマのブラマヨの小杉とかつって、おらんやろブラマヨの小杉っていう人。稲田も絶対おらんって。私がファミマとコラボしたファミチキうまかったですって、いいないいな、ファミマまだ行ってへんねんな。おてちコラボ食べてくれてありがとう。
ベレー帽かぶってる人なんて漫画家以外にいるんつって、いやおるじゃん、あの若い男の子でや、ベレー帽かぶってる子、若い男の子でとか言って、8レースリステッド二川ステーキ、丸メガネとかかけてる男の子でや、おるが。スタートしました。15頭ほぼ揃いました。どうじゃろう。さてどの馬が先手を取るか。2番コマビショウ、この馬がふさふさな帽子は番もうずらないよ。10番明太子だけに明るい大使ですか。なるほどな。そのうち8番野田洋次郎キラ、あー洋次郎さん、じゃあラッドイップスが好きだから別に洋次郎さんのことが嫌いってわけじゃないけど、ああいう服装の人は得意じゃないかもしれないですね。 FF の仲間同士、ドラクエの魔法戦士の男はダメってことですね。赤間同士の男の人して分からんな。でもそうかも。レーボーってよくないさん、いらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃい。そうレーボー、キューブをかぶったハゲのおっちゃんね、ハグっつって、もうハゲのおっちゃんにされてしまった。マリンベレー帽の人なんて男女問わずに見たことない。男女問わずには言い過ぎじゃない、女の子割とかぶってないか、自分がかぶってるからかもしれんけど。14番アンデスクイーン、どうなんやろう。自分がさ、ようさ、ベレー帽かぶってるから、ベレー帽っていうかさ、お弟子基本的にいつも帽子かぶるんですよ。帽子かぶってなかったら違和感感じるぐらい、帽子違和感感じるぐらいいつも帽子かぶってるんですけど。頑張れメロン、頑張れ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 、いけ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 、走れ走れ走れ、白いやつ引っ込め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 、くっさー。待ってかわした、早やっこ何やね、早やっこ、白いやつ引っ込めって言ったやんけ、あかんかメロン。頑張ってんけどな、一番人気か白いやつ。お手地に振られ続けても応援するよって、振ってない振ってない、誰も振ってない。イースターなんかツルツルなってんけど、1200合ってないんじゃないか、なんか急にツルツルなったね。古着屋巡りしてそうなやつらか、あーそう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 、そういう人たちかな。ベレー帽は在庫がっつって、名前忘れたけど、ハゲネタにしている役所いたよね昔つって、そうなの、あーつって、いや惜しかったね、なんでだーつって、トンデリジジありがとう、シジジもありがとう、白いやつだとーつって、ナイスね、チャックもありがとう、トンデリジジありがとう。そう疲れとったんかな、大学に帽子かぶった女子はいくらでもおるけど、ベレー帽はおらんなーつって、なんの帽子かぶってんじゃんみんな。リステッド、じゃあ夏はやカンカン帽とかかぶってる大学生の女の子いるイメージあるけどさ、ニット帽もわかるよ冬ね。それ以外の季節さ、まずは先行ベレー帽かぶらん。お弟子はニット帽もめっちゃかぶるし、ベレー帽もめっちゃかぶるし、カンカン帽はあんまかぶれへんけどね夏ね、たまにかぶるぐらい。後ろに1番クーベルチューズで、グレさんいらっしゃい、トンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいらっしゃい、タカンテチーズで電気屋さんいらっしゃい、トンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃい。 600m の通過タイムは34秒2、この辺りが中段、マーガレットの花だよって、あこれね、直線勝負、マーガレットは確かに聞いたことあるな、どんなお花かわからんけど、秘訣投手ありがとう、頑張れ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 。うちの娘はグレーのベレー帽つって、いいじゃんベレー帽かぶるよね、坊主なんで帽子かぶらないですねつって、レイさんって坊主なの、ジジありがとう、よくかぶるのはヘルメットやなかわいいあ生まれた別れの、お女の子生まれた別れの歌、よし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 、歌で歌縛りでよろしくお願いします。別れの歌の
まれてよみんな、こんばんはつって、会長さんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい、こんばんは、いつもありがとうね。なんでよダビスタ、ちょっと体育館裏に来いっつって呼び出しです。普通のキャップかぶってるおっさんはどうですか？キャップいいと思うよ。大喜利の時間だーっつって、大喜利じゃないよ。おぎゃおぎゃおぎゃパプーっつって、大喜利じゃない。生まれたナイスありがとう、女の子もいいっつって、俺はかぶってないけど、かぶってないんかい。別れの女の子いいなっつってね、嬉しい。ティアモーアイ、レクイエムモーアイ、レクイエムモーアイかっこいい、プリテンダーモーアイ歌そろそろネタ切れ、紅白モーアイ、歌ちゃんモーアイ、ショパンモーアイなるほどね、バラードモーアイ、くたばれババア違うね違うね違うね、過激派、落ち着いて。でも出会いモーアイ、最初からいたうちの繁殖牝馬の子、デビュー戦レコード勝ちした、いいじゃん、期待だね。歌合戦モーアイ、歌声モーアイ何がいいかな、恋恋モーアイ、オルガンモーアイ、あーなるほどな、フォルティッシュモーアイ、フォルティッシュモーアイいるんよ。チムさん、テムさんになってる、テムさん、テムさん初めましてか、ほなこんばんは、来てくれてありがとうございます、よかったらゆっくりしていってください、テチビーと申します、いらっしゃいいらっしゃい。口パクモーアイやめなさい、温度モーアイ、 AI さんに任せていいっつって、福山モーアイ、無言モーアイ、別れたそモーアイ、子守歌モーアイ、メロディーモーアイ、欅坂モーアイ、コナミのモーアイ、おてちモーアイ、ソプラノモーアイ、デカテチモーアイ、かわいいな、ソプラノモーアイ決定いたしました、ソプラノモーアイです、かわいい。センターモーアイ、ドレミの歌モーアイ、ソプラノかわいい、ソプラノにしよう、差し捨てそう、ありがとうございました。本能モーアイ、歌うたモーアイ、アンゴルモーアイ、たこ焼きモーアイ、俺の子モーアイ、イントロモーアイ、ドエンカモーアイ、アーモンドモーアイモーアイつって、ナスビナスビもありがとう、おめでとうございましたっつって、おめでとうございます、ソプラノモアイです、パチ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 、締め、ソプラノモアイ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 、また可愛い鹿かったんつって、可愛いのが勝ちます、いつもお、採用ありがとうございますつって、おめでとうございます、ソプラノモアイになりました、イーブブーズがきっとこれはデキレースに違いないっつってデキレースじゃないよ本編終了です、お疲れ様でしたっつって、チムからチムテムになりました、あーチムさんってことな、オッケーオッケー、テムさんに変わったんな、オッケーよ、ソプラノちゃんっつってね、ソプラノちゃんになった、かわいいね、ソプラノちゃんね、ところで今日はヘリコプターの日らしいですよ、プロペラかぶらないんですかプロペラかぶらないんですか、やばくないか、プロペラはかぶらないでしょ、ほんまかいな、ヘリコプターの日多少の疲れはありますか、なるほど、疲れ腰は休んどったん、あー休んでたわけじゃないんかな、あそう疲れとるんだ、プラス10キロって書いてるからてっきり休んでたんやと思ったけど、そうか、もう一多い、オッケー、プラ10やから全然一緒、プロペラプロペラつって、なかなか採用されるの難しいそうだね、おてちが可愛いって思った、おてちが思ったやつやからな、難しいよね、この世の中毎日が記念日っつって、素敵やん、しんすけ兄さんやん、塩頭乗せたら怪我しないみたいだよっつって、あ、雪ももちゃん理論な、でも雪ももちゃんとこの塩もうペットみたいになってるからな、
しよ、帰るよっつって帰ってるいつも。あ、かわいいね、ソプラノモアイもいいね、かわいちゃんやね。あ、そっくりやないか、パンパンと。いいな、黒いな。でも君が代モアイマジでかっこいいね。君が代2本背負ってるだけあるな。3月っしょ、多分もう今年ね馬生まれないんですよ。別れの歌しか確か身ごもってなかったけん。そうよね、みんなね失敗しちゃったけん。あ、かわいいつってみんなに名前考えてもらうのいいねつって。そうでしょ、いっぱい馬生まれるけんさ、一頭ずつ自分で決めれんくて最初は自分で決めてたんやけど、だんだんみんなに決めてもらえるようになった。おてちキャラクター5人ぐらい増殖したらつって、おてちですおてちですおてちですみたいなキモいって絶対。あとパソコンめちゃくちゃ重たくなるそんなに動かしたら一人でも結構重たいから。明日はタコかぶろうかーって、タコモアイ、うん、中山競馬1レース出してもらおう。3歳2勝ちこくたー。麦江も今ひっくり返って寝とるわ横で。あったかくなってきたからかさ、麦江ももうひっくり返って寝てること多いわ。暑いんやろうな。ポラーンってしてる。いつも AI さんに任せてるAI に任せてる人も結構いると思う。やけんいい機能よね。富士体2頭だったねって。そう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 、去年富士体2頭やったんよね。富士体2体や2頭やったん。え言えれんわ。こいつきラインスタンプ待ってます。高めのラインスタンプじゃんそれ。一ビシフット戦にしようって。増える手ちび。マフィンマフィンありがとう。明日何時に漁に出るんってね。朝から伝統いけんな、タコ取りに。今やったらおてちです、おてちです、おてちです、ひろしです、おてちです。合体しても、それひろしですになるよ。そして7番キャプテンロブロイ、9番長文氏は大変やなーって。そうなんや、もう暑がってるんよね。頑張れマフィン。いやでもいい位置ではある、いい位置ではある。あとはマフィンが伸びれば勝つ、マフィンが伸びれば勝つ。頑張れ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 。伸びろ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 。キャプテンロブロイ先頭で合理。買ってくれんとマジ心配なんよな。くーで今喋ってるのはおてち3号ですかつって。カミカミナイスありがとう。マフィンファイトもありがとう。たこ焼きの外れネタ募集しとかなくていいのって。外れないっちゅうに。マフィアマフィアつって。マフィン多分みんなオリンピックよりおてちのライブ始めてると。いやいやいや、オリンピックは見ようや。おてちもオリンピックは見たいし。何それ、行くたびに姉さんの中身変わってるに気づいたやつおるつって。花摘みに行くたびか。キッチンや花摘みに行くたびにか。芝1800m、うん、ありがとう。どんてちもありがとう。埋まらなくなったねって。確かにあれかな、ブリンパーつけたからかな。久々に心配な子があって。いや久々じゃないんよグレさ。この間カテレンまま終わっちゃった子もおるんよ実は。グレさんが来てない時にだけど3着欲しいなっつってね。これからが期待できそうですって。できるかな。最近の外れは納豆って聞いたけどつって。納豆買うのも嫌なんやけど嫌だ。20個食べる予定って結構多くない？いや20個は多分美味しく召し上がれる量やと思うよ。6月19やからその年に店売り貸したいなっつって。いやね本当に。その外10番もう3月やけどね。少し差が開いて5番レッドベルディエス。勝ってほしいな。 1000m の通過タイムは1分マジかよ。デチ牧場でもまだ勝てない子出るかっつって。そうこの間ね、この間出ちゃったんよな。悲しかったね本当に。9番桜黎明
そのうち7番花積み埋めるって分かってたから振り返らなかったんやで。みんな東京オリンピックの野球見ろ配信期待してますって。同時視聴オリンピック同時視聴。頑張れ頑張れ、頑張れ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 。キャスパリーグ差を詰める。キャスパリーグオーロスターキス2頭が並んで5位。なんでこんなに落ちちゃうんやろうな。コシアンもコシアン勝てれんね。おかえり。納豆の何がいけないんですか。匂いですね。金楽を7、8個で満腹なんやがつって。そんなに大きくないからじゃない、家のやつって。多分先に寝ますね、頑張れてちにゃーつって。ひろにゃん500円スーパーチャットありがとうございます。タラスパ天気ありがとう。おやすみひろにゃん、いつもありがとうね。ゆっくり休んでください。お休みお休みだよ。お腹出して寝ちゃダメだよ。ありがとう。こしあんは伸びしろがなーつって。いやそう、こしあんね、辛そうよね。でんででで ん, でんでんでん。タラスパン、タラスパンもありがとう。いっぱい、うちの牧場の馬未勝利早いかなって。デビュー戦か2戦目ぐらいで勝ち上がる。いいじゃん、タラスパありがとう。おしゃん何があかんのやつってね。何あかんのやろうね。これは勝ったな多分メイビーつって。誰の子頑張れってありがとう。誰の子どうやろな。でも6歳やからな、そろそろ引退やな。誰の子本日の初勝利よつって。いつもたこ焼きどれだけ食べるんかな。米食べるから純粋な数わからんつって。お米食べるのたこ焼きと一緒に。新しいな。コンディションはやや重。コンテキーほっぺに明太子塗ってますかって。ライムさんいらっしゃい、ライムさんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう。いらっしゃいいらっしゃい。ほっぺたに明太子塗ってます。最近の美容法ですね。エメラルファイト好意をキープ。内側1番大新サンダー。いや誰の子さっきからめちゃくちゃ沈んでるっていうか、や13番グルベイン、内から囲まれてるイメージあるわ。そのうち2番めっちゃやばいよな、ほんまに。10番里のワルキューレ、内押さえて3番高貴長さん、12番サーブルオール、内側8番栗の剣竜、1番人気5番アドマイヤラクティ。この位置最高峰9番ダービーフィス、14頭各馬一段となっています。主導権はたこ焼きはおかずと違うんつって。たこ焼きはたこ焼きで食べる。 59.7 早いね。ちょっとやけど1分切ってんの珍しいね。内側1番大新サンダー、頑張れ頑張れ。誰の子わずかに先頭、どうじゃろうな。先頭グレース出れなくはなさそうやけど、頑張れ頑張れ頑張れ。誰の子頑張れ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 。まだ出れる、まだ出れる、今ならまだ出れる。いけ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 。誰の子いけ、誰の子いけ、誰の子いけ。上がれ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 。ちょっとゴーリン勝ったのは4番誰の子モーラ。しゃー、大阪城ステークス制覇です。やっと勝った。やっと勝った。ナイス、誰の子は強い。いいね、いやーいいね、かっこいいね。ナースビありがとう。よーし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 、やったー。いやオープン戦やけどね、普通に誰の子勝ったーつって。ナースビナースビジジありがとう、シャンナラーつって。さすが誰の子さんやで、ありがとう。さすが川田やな、おい、いいね、ナイスナイス、勝った、おめおめつって、ありがとう。やっと勝った、マジで今日初勝利やね。ほんと高校息子やなつって、ありがてー、めちゃくちゃありがたい。よしよしよし、オープン勝つんかつって。さっきからオープンも巻き取ってんけどね、やっと勝ったね。誰の子、川田
しか勝たんつって川田やるやんつって川田やるやん、うん、川田復活の舞つっていやーこれねお好み焼きにはご飯食べるけどたこ焼きにはねつって、いやほんとそう、お好み焼きとご飯は食べれるけどたこ焼きとご飯は食べん、誰のこの処理を見続けたらねバス今日も明日も4時早いな、ライムトさんマジで朝お休みだよ、ゆっくり休んでね、処理見届けてくれてありがとう、うん、手のひらくるんくるんつって、手のひらドリル任せてほしい、まへんな、芝ではあるんやろうけど、芝ではあると思うけどどうじゃろな、4月やな、もうないし2週目いくか、うーん1ヶ月後か、イースターも頑張ってんねんけどな、いやーイースターなー、なんか出られへんかなー、うーん1400、1600、ついてきました、なるほど、時々暴れてうるさい、なるほど、うーん、どうしような、コンテッチーつって雪もちゃいなさい、コンテッチー来てくれてありがとう、いらっしゃいなさい、コンテチーズってテンパさんいらっしゃい、コンテチコンテチ来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい、コンテチー夜のテンパさんじゃん、ゴルシかなっつって、中距離馬かな、野球部やから体格つきやために米を出してくれてたと思う、あーなるほどな、お赤ちゃんマークになっとるっつって、わっほんとだ、赤ちゃんおめでとう、バブミちゃんになっとる、おめでとうおめでとう、ナイスナイス、テンパさんバイト歴1週間ぐらいでなってくれたからなありがとう、ないんやけどマジでどうしようかな、あーアーリントンとか行く、ないバブーつって、川田おるレース、いやーまあ入れてみてって感じやな、バブナイスっつって、焼きそばにはそば飯あるんだけどねっつって、あ確かにそば飯美味しいよね、うーん、長めのダートマチックか、バブミナイスっつって赤ちゃんナイスっつってね、ナイスやね、代わりに乗ってもらえるレースはつってね、とりあえず乗せ やってみてやな、誰の子誰の子、うん、見てち頑張ってつってありがとう、走るのはお馬さん、そう走るのはお馬さん、あんたです、あ福島これ行こう、よしんで3月の2週目っしょ、今日走る子2人おるっしょ、せいせい、ちゃんとビスタの配信はほんと心地いいねつって、爆発的なさん馬生まれてほしい、ゲームの感覚があるからマジで心地いいって言ってくれるのでも嬉しいな、ありがとう
爆発的な馬生まれてほしいね。わかる。おてちも生まれてほしいもん。いやけん、うたたね爆発してほしいと思っとるよ、おてち。いつよ、次の出生。次の週で爆発してほしいと思うんやけど、次の週で怪我だけしてほしくないな、ガチで。怪我したらうたたね多分もう走れん。コンテチーズってカレーマイセイさん、いらっしゃい。コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃい。コンテチー、いつもキラキラありがとう。てちびさん、かわいいよーと定期気に入ってみるつって、ナイスです。ナイス定期。年の割に条件馬な子は悲しいけど、コッペパンすべきかもつって、あーね、確かに。でも、悲しいよなー。やけあれっしょ、コシアンとかってことでしょ。こうちゃん4歳で一生しかやってないってことっしょ。いやまあでもそうなんやな、残してる方がな効率を考えるとそうなんやな。あ、でもあと1週間ぐらいでパブレルって言って、ナイスナイス、美味しそうな名前ですなって。美味しそうな名前なんかいっぱいおるっしょ。うたたね怪我だけはやめてくれっつって、いや本当によ。明日も仕事なんでこの時間にまた挨拶に伺いますねっつって、ありがとう。3歳1勝クラスダート 1200m、 ゆるテンパさん珍しく感じるわ。スタートしました。ね、少しバラついたスタートになりました。いつもまずは先行争い。クリームファイト爆発したりーって、クリーム頑張ってほしいね。8番サンティーニ、内から追い上げる。9番、テトラクオーク、好位をキープ。1番人気、1番、クリームモアイ、この位置。7番、ディアジラソン。1番人気なんやね。その内、5番、レッドリボン。外を抑えて、6番、ワンネス。これを見るように、レッジカードじゃなくてガーリンって言って、冷めたのクリリン、G1 勝負する。冷めたのつか、カワリンは川田とクリリンやからカワリンって呼んでただけであって、川田さんだけあったら川田さんなんよね。うち抑えて、2番、アルトフォンテ。10番、サイモンジルが方向を。お先に寝ますね、つって、ティマさんお休み、ありがとう。直線コースに抜いた。やけん、メロンに乗ったら、なんだ、カワロンやしっていうことよ。カワとリンって、カワだとクリリンやからカワリンなだけであって。頑張れ。いやー、伸びたるんやけどな、クリーム。クリーム、クリームって、いやー、頑張って、伸びたんけどね、最後。カワの子が分かりやすかったね。そう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 、誰の子と、誰の子と川田さんが乗ってるから川の子って呼ぶし、間違いなく、加えながら楽しく見れるけどねつって、ありがとう。いやー勝ちきれんなクリーム。いつもね一番人気なんやけどね。6人か、まあいいか、もうちょいっつってね。ジジありがとう。もうちょいやな、最後ちょっと伸びたんやけどね。クリームも勝ちきれんね。一番人気の回数は多いのにね、なんでやろうな。中山競馬8レース、なんで1着にならんのやろう。3勝クラスこんなに一番人気やのに。コンディションは良。クリームは悪くない、悪いのは騎手つって。ダッシュは ATA D パワーナスリスケで先手を取るでしょうか。うわーって印よくて勝てないのは多分スタミナです。あ、そうなの。内から追い上げる。スタミナないや。佐藤健志郎好位を切り。スタミナか。続きまして5番エリティエール、2番アルーフクライ後方、春の中山競馬場を駆け抜けます、6頭1段です。先頭は僕の中心もイメージ、いい仕事コメントできるかなって言って、先頭全然気にせずにコメントしてほしいけどな。お手地は1番ファイトアホー好位をキープ。続きまして4番里野健志郎、頑張れ頑張れ、どうじゃろうな、頑張れ頑張れ、先頭は変わらず頑張れ。
ば1コーナーを目指します。ファイトファイト。うわー、6番ディーパワンサ先頭に入れ替わります。1分2か、どうじゃろねー、ここは勝つやろ多分ベイビーつって頑張ってほしいねー。焼きまくって爆発したでーつって最高峰は5番 ATA、 先頭は6番ディーパワンサ、頑張れ。続いて3番焼きぐりも並んでるのはいいねーつってねー、並んでるねー、競っとんなー。里野健志郎内から2番アルフライ。ドキドキする。長いからさ、2000やったっけ、2500やったっけ。3番焼き塗りモアイ、1番ファイトアロー、うん、長いからな。若干隣の馬が先頭らしいけどね。来い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 、焼き栗来いってね。焼き栗もそろそろファイトってありがとう。焼き栗頑張れもありがとう。頑張れ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 。あ、でも先頭焼き栗って言ってるね。頑張れ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 焼き栗、頑張れ焼き栗、いけ伸びろ伸びろ、追い越せ追い越せ、いやだ後ろの馬来ないで、逃げて逃げて逃げて。まとめてかわした。くっそー、マジかー、熾烈な2着争い。くっそー、関係ないやつに抜かれたね。でも2着じゃないか。そうだね、焼き栗2着。はぁー、2着で悪いけどな、刺されたな、また外に刺された。つっていや、もうほんまそう、どっから来んねんお前らよ。あー、後ろからギュン、ジジありがとう、おいこら外のやつで、ジジありがとう。いやー、マジかー、三浦さんに行くか。昴生さん、あ、クリーム行ってらっしゃい、お疲れよ。クリーム一番人気なのになかなか勝てれんね。もしかして芝クリーム、もしかして芝か。あ、でも芝はそんなやな。何がわかんねんやろうな。歌ったね、組んで歌ったね。歌うらはキスシーっつって、歌ったね、組んで歌ったね、はぁ、チートちゃうんっつって、川田掲示板やったらええやろっつってじどんでじじじありがとう。 LTAL ってティッシュペーパーかっつって、もうティッシュペーパーに負けたんかよ、ペラペラのくせによ。くそー、いや、歌ったね行きますか。別れの歌サンク、初別れの歌サンク、初じゃないけど、いやー、最後までガチで走ってほしい。歌ったね、はっ、先行多いけども先行っしょ。じゃパドック見ていいっすか。歌ったねの、うわ、入れ込んでる頼むわ、昴生さん、入れ込んどるけど、まずまずいいねっつって、印はね、印はいい感じよね。歌うら頼むでーっつって、最後まで走り切ってほしい、ガチで。モアイエリエールは FF14 って必要っつって。確かにティッシュ必要やからな、 FF は。あふーん入れ込んどるパサー、入れ込んどるパサーやね。歌ったね頑張れっつって、ありがとう。歌うらファイトもありがとう。無事で帰ってこーいって入れ込み返って、ダート1200m 成績悪いぞっつって、いや今日悪いね本当に。でも頑張ってほしいな。まずは先行争い、4番入れ込んでるけどどうじゃろな。外から上がるのは、それでもうたたねは強いと信じたい。ていうか無事に帰ってきてくれ、頼むわうたたね。もうさ、初心がやん、骨折したからさ、途中でさ中止になったし、走るのももうそれが怖いよな。頑張れ頑張れ、 36.9 遅いね。頑張れ頑張れうたたね、最後まで走り抜けてくれ。こっからこっからこっから、もう頼む頼む、最後まで走って歌ったね、お願いお願いお願い。
しよ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 し、とりあえずね、とりあえず5着か。まあね、まあね、入れ込みがなければわからんかったってことっしょ。オッケー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 、よかった。とりあえずとりあえず帰ってきた、とりあえず走り切った、よかった。マジで怖い、走り切ったな。すべありがとう、ジジイナイスありがとう。いや本当にもう走ってくれるだけで歌ったねはとりあえずよしよ。怖いわふん、高専さんにお願いしよう。違う意味でハラハラドキドキっつって、いやほんまそうなんよ、どうしようかなって思う。とりあえずナイスありがとう。こっからやな、とりあえず一回走れたけん、こっからよ。歌ったねはなんせ別れの歌の3句やからな、こっちとらよ、別れの歌やぞて。ようやっとる種、ようやっとる愛っつって歌たねな歌たねもうわいな。この子ダートペーから、こいつこん歌たねって足元弱いんか。あースタートは下手くそやろ、体質が弱いと。なるほど、やけん疲れやすいと。なるほど、間開けた方がいいね。3周目走っとったけん、中山いいんじゃないか。これいっか、足がだってダートの足してもな、足細いな歌ったね足細いな、大丈夫か。まあ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 、オッケー。ふん、うちの母ちゃん別れの歌やぞつって、いやほんまそう、感想で褒められる馬に僕はなりたいつって、いやとりあえず感想がいいんや、とりあえずね、歌ったねをスーパーミシャリンさせないでねつって、いやそうだね、それはね避けたいね。ナイスランありがとう。歌ったね実質初戦やしつって、そうやね実質初戦、足は言われてないねつって、言われてなかったわ。メロンじいさんぼちぼち知りつくじゃん、いいね。中山ナイトいるじゃん、中山競馬場やし、ふい。なるほど、頑張れ中山ナイトに負けるな。メロン疲れやすいのはちょっとまずいなね、ちょっと疲れやすいみたいやね。まあ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 、いや疲れやすい、未勝利いけへんの、うん、頑張りたいね。本数があんま走られへんからね。メロウラファイトありがとう。別れの歌はやっぱり名前が悲しい。まあ確かに中山競馬11レース、名前は悲しいよね。マーチステークス、ダート 1800m、 コンディションは良、ドキドキやー。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、5番帝王エナジーすっと前に持ち出しました。2番手12番中山ナイト、4番メロンモアイ好位をキープ、好位なんかそれは、そこは好位なんか、そのうち1番レピアービット、8番コマビショウ、そのうち3番コスモファントム、外を抑えて13番ロンドンタウン、2コーナーに向かいます。マーチは3月って意味ですよ。内抑えて10番プレスアロン内側9番タイムクライヤー、ありがとう。マーチはでも分かるっちゃね、さすがに。これから向こう上面に入ります。7番サトノキターン後方、メローラギューンいってバーンやーつって、先頭は2番クリンチャー、過去になんかあったんかつって、いやーなんで別れの歌っていう名前なんやろうね。1に選して短期報告しとけば重賞いけそうな気がするつって、俺の当てにならんちゃうかって。いやでも短期報告はありやと思う、疲れやすい子にはね。あでもいいっちゃう、あんぞあんぞメロン、全然あんぞ。頑張れ頑張れ頑張れメロン、頑張れメロン頑張れメロン、いきいきいきゴーゴーメロン、頑張れ頑張れメロン、頑張れ頑張れメロン、いやー中山ナイトつい、つい、ついなー。めちゃくちゃ早かったね中山ナイト、七馬身殺傷は。とりあえず気合い入れて走るんやーっつって、ほんま
ちゃくちゃ早かったな。とてちありがとう。化け物足しとったね。はいなーつ。めっちゃ早かったね。本当に早かった。あ？焼き鳥2500の後に1200走んのか？え？そんな差ある？え？差すごくない？っていうか2500走れんねんや焼き栗って。そういえば2500走ってんなと思ってたけどさ。まあいっか私選ぶのミスってんのかな。まあいっか、どっちも走ってるもんねずっと。まあいっか。メロン、メロンが足らんかったかーつって。メロンピークアウトかな。ピークアウトなんかな、じいさんやからってだけじゃないんかな。仲間ナイトって芝馬なんじゃ、ダートも強いねって。あ、そうなんや、芝馬なんや。普通にオープン戦にするか。たてさんしっかりしてっつって、私が間違ったんかな。てか2500が AI 説あるよね。でお手地が短いの選んで AI が長いの選んでんのかな。あんたです。どうしようかな。1200の普通のオープン戦走る、短いけど、まあいっか。おてちちが最近親の目と喉を気にして声が小さめな応援だから力が出ないんだねっつって。怒られるからやっぱり。コンテチーズ、ピースメーカーさんいらっしゃい。コンテチー来てくれてありがとう。いらっしゃい、いらっしゃい。レイさんが寝る体勢に入ったな、これは。携帯になっている。喉を気に入ってて、そう、なんか、最近喉心配されるけんさ、みんなに。声出しすぎかなと思って。気管支やばそうとか言われたしさ。そうなんかなと思って。あんまりさ体調悪いのとかさ気づけへんくてさ。まあ多分バカなんやけど、風邪ひいててもあんまり気づかんタイプじゃけん自分で。スタートしました。16頭ほぼ揃いました。まずは先頭、みんなに心配してもらったらそうなんかなって思うようにしようと思って。残念、お風呂でしたっつって。お風呂かーい。ガステチスタートがデフォーつって。そう、ペン以上の絶叫はあんまり聞いたことないかもっつって。あーね、メロンは夕張メロンクラスなんよっつって。旬なうちに活躍してっつって。間違いない、それは気づいてっつって。ねえ、通過タイムは33秒。この33.7、早っ。めちゃくちゃ早いな。この前も風邪ひいた時自分じゃ何も思わんかってんけど、シーシーさんに「おてち風邪ひいてんの？」って言われてさ、うわ風邪かもしれんこれってなったもん。あ、頑張れ頑張れ頑張れ。内差しは強いけど外からの方うま、早っ。2着の馬めちゃくちゃ速くなかったか。16番、めっちゃ速かったね。寝込んでも配信やばくない？さすがに配信できんよ。若は風邪いかないで一回体調崩した姉さんはバカじゃないんですねっつって。当選ブレスめちゃくちゃ速かったね。喉いびきかいてるからじゃない、私も私もっつって。お手地いびきかいてんのかな、寝てるときどうなんやろう。ナイス3着っつって、ありがとう。お、種付けシーズン来たよ。
おはようっつって、おにょん、おはよう、いらっしゃい、コンテチ、来てくれてありがとう。珍しい。あー、元気さんにするか。ジジありがとう。寝込んだら休んでもろってっつって、いや、さすがに寝込んだら休むよ。だって寝込んでんねんもん。いいね、別れの歌頑張ってほしいな。別れの歌じゃない、歌たね、頑張ってほしいな。フェスの疲れもおろろしさ、オッケー。4月1週目、オッケー。いや、どうしよっかね。焼き栗掲示板ナイス、お金貯まってますよっつってね。いやー、マジで見心のままに欲しかった。スペシャルウィークあかんかったんか。いや、どうしよっかな。甘栗、甘栗でも14歳やろ、結構やねんなね。バカは風邪ひかないっていうのは引いても気づかないっていう意味やでっつってらしいね。一回昼寝配信しましょう。いびきかいてるか確認します。絶対嫌なんじゃが。書いてましたって言われても、書いてませんでしたって言われても嫌なんやが。一晩寝姿配信して観察やねっつって、いいです、いらないですあー、姉さんバカやったかっつって、はっ、台はメジャー、寝言がだいぶやばそうって、嘘じゃん。寝言やばそうな顔してるかな。骨折しても配信ってやばくない？馬の気持ちがわかるよって。馬は骨折したら休んでるんだよな。よだれやばそうなんかね、それはやばいと思う。あー、間違った。寝言もよう言うとるらしいからな。どうしよっかな。好きな馬つけるか。寝言でもハギ言ってそう。めっちゃハギ好きやん、おてち。いや、ダイオメジャーかな。4、いやー、45、いやー、でー、どうしようかな。逆に頑張ってハゲるわっつって、ハゲなくていいとりあえず体のどこが悪いか無理せず配信休んでくださいねっつって、ありがとう。アウトブリードにしようかな。カツカツしてる馬をつける。そうだ、アウトブリードつけてみようかなと思って。あ、イコネさんいらっしゃい、コンテチ来てくれてありがとう。いらっしゃいなさい、しんどるヘニーヒューズにしようかなね。一旦アマグリヘニーヒューズにしよう。ありあり、頑張れアマグリ。で、別れの歌何しようかな。うわ、ストレートセンス、ストリートセンスだ。どうしようね。まあ、ワクチン接種まではおとなしくしといてっつって確かに。そういえばマンハッタンカフェ確認してなかったけど暇してたっつって見に行く、マンハッタンカフェ。いや、どうせしてるよ、マンハッタンカフェやもん。まあ、最近人気やけどな、マンハッタンカフェ。ほらね、
いつでも空いてるっすわ。たまにはおしとやかな馬作っていただいてつって、いやそうなんよね。気性荒くない子を作りたいね。どうしようかな。いやどう、4000万両つけらんしな。さすがにまだつけれん。言うて3でサイレンス2かけ3こそうやもんな。絆なそうよね。スクリーンヒーローつけてですよ。ステイゴールドいいわ。ダイワメジャー、ダイワメジャーで凝ってるんや。にかけさん濃いかな。ダイワメジャーってちなみにつけたことあるんかな。牧場主の騎乗が荒いからなっつって、マンカフェかわいいやろっつって。言ったれ4000万。いや4000万きちいって。一回もつけてないんじゃないか。ディープインパクト、ディープあんまいいの出ないうちの牧場。4000万つけていいの出えへんかった時マジで大パンやねんけど。大パンどころかなんやけど。つけてへんな。ダイワメジャーにするか。ダイワメジャーでも失敗してんやったっけよ。なんかそんなイメージあるな。凝ってるって言うけど、とりあえずダイワメジャーつけるか一回。大パンどころかモニター終わりになるんやけど、4000万で無理やったら。コッペパン、ボルトアジュールダメやったんか。コッペパン、なるほどな。ペットは飼い主にいるらしい、つまりはそういうことよつって。はっ、もしかして心理かもしれん。いやーキングカメハメハ高いねんな。2×4 か。絆の 3×4 ありじゃないか。絆いくか。コッペパン、オッケー。サンデーサイレンスやけど、まあ一生オッケー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 。決定いたしました。みんな頑張って産むんやぞ。まあ、甘栗14歳やからな。ちょっと心配やけどね。今週4月の1週目っしょ。よし、行こう。割ったれモニターって、割ったれモニターちゃうんよ。絆いいねーつって、絆にしたわ。楽しみやね、また来年。不受胎とかなしで頼むなっつって、いやほんまに毎年不受胎あるからな。あ、歌ったねや、歌ったね、歌ったね、歌ったね。ちょ、あの1億やけん逃げにするけど、頑張れ。いや、いい印やで、全然あんで、あんで。安い馬にもチャンスをつって、いつも高い馬ばっかりつけて、なんかやっぱり結局高い馬の方がいいかなと思って高い馬にしちゃってるけど。あ、でも歌ったね、バゴの子よ。別れの歌と満足頑張ってくれっつって、おおおもひひほれっつって、歌山ファイトっつって、ありがとう。いや頑張ってほしいな。中山競馬1レース、中山競馬3歳未勝利、ダート 1200m、 コンディションはやや重。丸太ねファイトって、ありがとう。少しばらつきました。いいから高いんよって。いや、やっぱそうよね、そう思うよな。安い子で強い馬生まれんのかなって思っちゃうよな。バゴは結局さ、つなげる意味ではいいんかもしれへんけど、その子が強いかって言われるとどうなんじゃろうっていうイメージなんよね。丸太ね可愛いやん、つかわいいね丸太ね。な、歌山やったかっつって、そこでそこで別れとるんよ。 600m の通過タイムは35秒9。どう内から3番ペイシャ式部、続きまして4番コディウム、4コーナーから歌たね頑張れ、歌たね頑張れ、走れ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 、いけ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 、伸びろ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 、いや伸ばん、伸びへんか歌たね。
強い木やねってなるほどな。でも3着ならまだ未来ある。いけいけいけっつって、うたたねーつって、いやーね、うたたね頑張ってほしいね。勝ち、じじいありがとう、じじいじじいありがとう。まあさっきより高鳴ってる、いけるいけるっつって、確かにだんだん高くなってってはおるけん、ありやと思うんやけどな。くーっつって、3着ないさっきは時間なくなってくなーっつって、まあね、こんばんはっつって、マチンさんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、いらっしゃいいらっしゃい。うたたね、芝出したら、芝ね、一回出してみるのもありかもしれんね。でも今んとこ上がっていってるからな、どうなんやろなって感じ。足細いからな、あの子、ダートなんじゃないかなって思うけどな。一生さえしてくれれば万世だし楽しみっつって、いやほんとそう、ほんとそうなんよ。一生さえしてくれたらなーって感じなんよな。展開次第だし、まあ実質優勝っつって、ありがとうございます、実質優勝いつも実質優勝言ってもらってる。マフィンも頑張れー、勝て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 、満足のいく仕上がり、オッケー。歌ったね、一瞬放牧出すか、一瞬放牧出しいの。クリーム別に買ってるよな、オッケー。ピー、社長の疲れはある。メロンも疲れちゃうよ、いっぱい走って。コシアン戻ってきてもらおうか。クリームもういいやろ、帰ってこい。実質ゼロカロリー理論と同じ匂いを感じる確かに似とるかもしれん、実質優勝って。そういうことやったんか、タカちゃんさんの理論は。ワンチャンあんな。いや一生しかしてへんのよつって、まあ一生でもできてるから一生。一生はでかいよ。タレの子がね6歳で頑張ってくれたっていうのがまたでかいよな。腰あんちょっと調整しとくか。腰あんなんで遅いんやろうな。ステゴッショアンパンと、気性荒くてもわかるけど遅いのがわからんな。まあこんなもんでしょうっていうセリフムカつくよなこれ。うたたねと一緒に放牧行ってくるかーっつって放牧行ってくんの。一生できとるから一生。高度なギャグを言ってしまったようだ、また無意識のうちにな。いやーマフィン頑張れー、マフィン買ってほしいなー。マフィンマフィンマフィンたらマフィン焼くぞ、マフィンマフィンワッピンたらマッピン焼くぞ。私血統の勉強したら血統ね、血統向きになるけどな。マフィンチャンスね、最後誕生日同じだし現役の頃から大好き。あそうなんや、いいね。さすが姉さん大阪育ちはちゃいますわっつって、せやろ島競馬息を吐くように高度なギャグ言ってしまうんだよな。コンディションは良、録音しましたスタートしました。何を録音したの？タイミングが合わず後方からの競馬。まず何が行きますか？外から押して11番ヘルメット、9番服の波動、内から追い上げる、2番フローラルパーク、好意を切り、今のも歌に入るのか。うわーめっちゃかかってるけど大丈夫か。13番3コーナーに差し掛かろうとしています。1馬身相手、1番星雲光子、
芝2000メートル。機種が悪いね。機種悪いかな。スタートしました。伸びたくないんかなーって。あ、その説。ま、伸びたくない説な、確かに。10番ナレノコモーアイ。2番モルフェオルフェかわして先頭。8番リトルアマコーラ先頭に入れ替わります。それから6番ダイヤマンジョーエ。そのうち5番マハビル。続きまして9番オールザットジャズ。少し差が開いて4番アンドリューズ。各馬1コーナーを目指します。一馬身相手7番アクションスター。今日勝てれん、ほんとに。1番ルックトゥバイス、3番サイレントメロディ。やだね。10頭各馬一段となっています。2コーナーを抜けて向こう正面、先頭は誰の子頑張れっつってね。誰の子しか今日勝ってないからな。10番誰の子も愛好位をキープ。頑張れー。ここお寺に行ってお祓いしとこガチじゃん。川の子ファイトつってありがとう。6番ダイワマジョーレ、各馬第3コーナーをカーブしていきます。外から9番オールザットジャズ、少し差が開いて4番アンドリューズ、1馬身相手7番アクションスター。外から上がるのはサイレントメロディ、最後方1番ルックトゥワイス、主導権は2番モルフェオルフェ、1番人気リトルアマコーラ現在2番手。4コーナーカーブから直線に向きます。先頭はわずかにモルフェオルフェ、若干リードはモルフェオルフェ。 200m を通過した。逃げる逃げるモルフェオルフェ。2番手誰のコモーアイ、差を詰めるモルフェオルフェ、粘っている。誰のコモーアイモルフェオルフェ。先頭で2番モルフェオルフェ、2着誰のコモーアイ、3着は接戦となりました。何の音かと思ったらめちゃくちゃ小声って何の音って言われてんねんけど。いやー惜しかったな今の。あーもうちょい誰の子、ナイスナイス。いやーでも早かったね。6番人気で2着なら十分でしょう。誰の子やるねっつって、惜しい GG やな。ひそひそ応援ナイスって ASMR 助かるっつって、 ASMR ご清聴ありがとうございました。小声の方が動きが激しいねっつって。小声がゆえにだー、ささやき戦術通じんかったっつって。いやほんまよ、これを機に出家するっつって。嘘じゃん、お手伝いツルツルになるで、そうなったら。惜しいジジありがとう。キー、ささやき助かるっつって。そう、あかんか。日本仏教徒協会に連絡ですかつって、メロン勝てる多分メイビーって。いやメロン勝ってほしいね。うわ桜咲いてるね、いいね。4月やな、おい、ささやきおてちも可愛いよつって、ありがとう。スタ
ートしました。囁いてみたわ。ダッシュは11番熱意が伝わるマークス。まず何がいきますか。いやー熱意はあんねんけどな、ほんまもんのツルツル卵ちゃんにってそういうことよ。メロンメロメロにしてくれつって。いやねメロンパンなのメロメロパンチよ。いやメロンも一番人気なんよな。ほんで1番レバンテライオン頑張れ。メロンもマヒンも一番人気なこと多いねんけどな。 35.7 こい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 。各馬第3コーナーをカーブしていきます。ある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 。ヘニーハウンメロン頑張れ。あんまり内入ってほしくないけど頑張れ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 。ある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 。メロン来いメロン来いメロン来い。飛んで来い飛んで来い。メロン飛べ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 。メロンマン飛べ飛べ。おおなんじゃ一回グイって落ちてからの何その伸び。どういうことな。一回グイって下がったの何やったんやほな。その後めっちゃ伸びたね。グイ下がりがなかったら多分伸びれたね。あーんつって印なんか人間がつけてるもんやから気にせず走れるんやつって。確かにスタスペメロンパンナとスプレブどういうことな。うわっツルツルやなイースター。まあいつもか。ラブリーデイは寒い名前してんな。パクスアメリカーナ、あーアメリカの人って感じ。ダノンスマッシュはへえ、なるほどなるほど。行きますか。メロン飛びーっつって飛ばんかった。おでちの応援かわいいかわいいんか今のは。ありがとう。謎の伸びを見せていくって。いや斬新やったね今の伸び方ね。くそー。斬新つって。いやそうなんよな。やだ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 。 G3 アーリントンカップ失速しないで。コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、大外から押して18番ダンツキッスイ、天皇賞の前。そうなんや。その後は9番コスモセンサー、頑張れ。6番ゴースミスパーク、頑張れ頑張れ頑張れ。4番ラブリーデイ、外を抑えて8番イースターモアイ、内側3番ヤマカツエース。イースターモアイも早い子やと思うねんけどな。じいさんはきついんかな。ツルツルやもんな。印1個もつかんっていうことはそういうことやんな多分な。内から12番頑張ってくれ。7番バルディゼール、内から3を詰める。いやほんまに今日勝てれん。内から1番アルキメデス、これを見るように外側11番パクスアメリカーナ。4コーナーせめてあれやね、未勝利戦の子たちが勝てたらなって思うねんけどな。先頭ダノンスマッシュ400を切って頑張れ頑張れ頑張れ。そして頑張れイースター頑張れ。うわー邪魔やな前の馬。どけ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 。イースター頑張れイースター頑張れ。伸びろ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 。置いてかれんな置いてかれんな。レッドワンシェッその後ダノンスマッシュ、はえーラブリーデー、はえーめちゃくちゃ早かったな。いや G3 っていや5馬身差とかで勝たれるとさもうはっってなるね。17番人気で15着ちょっと上やね。いや G3 はきついなやっぱりイースターはな。じゃオープン行こう。オープンなかったんよな通過。イースターも勝たんとトースターになってまうぞっつってうまいね AI の子イースターっつって。そう AI の子ではある。じゃあイースターん、あーどんでっちっつってありがとう。イースターなんかないいレースマジでないんよ。3歳やからかほんまにないんやけど。オープン戦いやこれか1ヶ月後やな。
もうちょっとあってもいいんやけどね、3歳のオープンってなったら結構じいさんとかばっかになっちゃうんやな。誰の食いしん放牧出すか。一回走っては放牧出してみたいな繰り返しな気するけど、誰の子。まあ一生ラブリーでかっこいい。やっぱり強い馬憧れるっつってね。強い馬いいよな。ちょっと疲れてる。早めに放牧出すか、すぐ帰ってきてもらうか。でもうたたねもまだ放牧出てすぐか。なるほど、ちょっと性格きつい。オッケー。フォルテモーアイ、そうよな。お、コシアン出るって。コシアン久々やな。松山さんでいいです。お、クリームも行くってよ。クリーム石橋さんでいいか。AI の子テチンつって、じいさん定義つって、そう、じいさんは定義。イースター早熟じゃないならいいと思う。どうやろう、イースターな。見てみようか。いつ入ったっけかね、イースター。わお、もう人多いか。にゃー、あかんかった、気合足らんかったな。イースターは、イースター7月やね。まあ5月じゃないから、そこまで早熟じゃないと普通じゃないかな。多分普通っぽいね、7月やから。まあ、7月で3歳オープンやったら強いか、普通でな。みんな頑張らないとクビにされるよっつって。まあクビにはせんけど、みんな頑張ってほしいな。クリームちびっこやなーつって。ああそう、ちっちゃいんよね、めっちゃ。ずっとちっちゃいよね。シュークリームやーつってうまい。腰は太ってんのか、まだ。あそう、もう一回走るか。じゃあもう一追い欲しい。あそう、まあいいか。どっちも足らんけど。クリームだって390ってめちゃくちゃちっちゃいよね。300台の子だってクリームしかおらんもんな。うちの馬割とみんなでかくて500ぐらいあったのにね。普通だろうね。7月生まれでデビューから2連勝なら十分つって。確かに誰の子が主力だからいなくなった、破綻するかもねつって。いやー破綻したつらいな。どうやろな。うたたね頑張ってくれたらなーって感じやね、ガチで。期待してんねんけどな。別れの歌とバゴの子をね、どうやろな。クリーム、新潟競馬2レース。石橋さんってシューさんって言うんやな。シューさんの読み方わからんかった。当てさんやと思ってた。スタートしました。頑張れほぼ揃いました。クリーム頑張れ。ファイト8番ノンライセンス、ずっと前に持ち出しました。外から上がるのはクリームモーアイ、3番パラゴネーゼ好意をキープ、その外5番クリノロマン、9番ボーナスチャンス、シュークリームファイトファイトもありがとう。頑張ってほしいな。続きまして7番ニアラビランド、強そう、いいな。お手ちもムキムキになりたい。おとついからや、まあ、ツイッターには書いとってんけどさ、お手ち腹筋始めたんですよ。じゃ続けるためにみんなにも宣言しとこうと思って、お手ち毎日腹筋10回することをここにも誓います。よろしくお願いします。直線向いて頑張れクリーム、頑張れ頑張れ頑張れ。先頭ノンライセンス、いけ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 い
には入ったかな、4着かな、せやな。いやえらい斜めに走ったな、パワー不足か。腹筋頑張りっつってありがとう。検証してないけど海馬施設あるくらいだからでかい子が強い説あるかもっつって。あーでもなんかでかい子が強い説あるらしいよね。でも海馬モリモリの子が強いとも限れへんみたいな感じよね。くそーシュークリーム頑張ってちびらせてーっつって、うん、クリーム頑張らないとわさび入れてお手ちに食べてもらうやつで、わさびシュークリームとか絶対嫌なんじゃけど許せれん。お手ちはああいうロシアンルーレット、まだたこ焼きにからし入ってるとかの方が許せんねんけど、甘いやつに辛いやつ入れてんのマジ許されへんって個人的にはずっと思ってる。腹筋姉さん応援してますってありがとうございます。腰山ファイトもありがとう。みんな応援してるんよってありがとう。腰山頑張れもありがとう。ピー、おてちの腹筋も頑張るわ。競馬4レース腹筋と一緒になあれもしてんねん。芝1400m 柔軟や、柔軟もちょっとずつやろうと思って。めちゃくちゃ体硬いからよ、体柔らかくてさ悪いことってないらしいからよ、ちょっと柔らかくなろうかなと思って。やってた時期もあるんですけど最近マジでここ何年ぐらいやってないかな、忘れたけど、やってないからちょっとね、めっちゃ硬くなってしまったんで柔軟もやってこうと思って。腰山逃げろってありがとう。腰山頑張れありがとう。しかし運動するって話してたの結構前だったような。今やってるから問題ないのだよ、わかる。ムキムキモーアイ次の名前候補って、ムキムキモーアイとかいう名前にしたら逆に強いかもしれんよな、名前で勝つるみたいな。うわめちゃくちゃ埋もれとんな。いやそれ抜け出すのきついよな。前の壁が厚すぎんかこれは。いや前の壁ちょっと厚いね。いやしゃあないな、しゃあないな、壁が厚すぎるわ、1割るみたいな。いや腰あんきついなほんまに。腰あんが一番引退候補やな、伸びへん。2歳もいきません。ん、いやつありがとうございます。スクワットで足腰鍛えとこう。うわー、いや5月やからまだ間に合うか。腹が硬いだとつって、ふにゃてちもファイトつって、ありがとう。500キロオーバーでフルコメが最強かもしれん、多分メイビー。そうなの、そろそろカタンとつぶつぶいられるでーつって。いやほんまによ入れるぞ。不受体が定期つって、いや不受体多すぎんガチでやー、めちゃくちゃ多いんやけど、うちの牧場の不受胎よ。なんでー、帰ってこい帰ってこい、みんな帰ってこい帰ってこい。いやーマジで、うわーおー、え、ちょっと待って、え、なんかコントローラー調子悪い今日もしかして。勝手に下に行くんやけど、たまに分かんなー。ヘニーヒューズもダメかー、潜りギャーつって妊活しとこうつって妊活しとくか。あまぐり14歳やからかな、どうやろね。また3分の2失敗で草つって、いやほんとよ。エイパンアメリカにするか、アメーカーやった。
アプデで若い子の受胎率上がったと思ったが気のせいかつって気のせいかもしらん。上半身より下半身鍛えた方がいいよつって、あ、そうなんや、うん、マンハッタンさすがに予定入ったかつって、あ、見てないな、おおおお、あ、びっくりした。別れの歌もうほんまに不受胎多いなこの子、どうするよほんまに多いんやけどこの子、ひー、コントローラーバグってるから今日は実質優勝ですね。確かにまたかーつって、いやもう不受胎ばっかりよールーラーシップ、あー、お手ちもうアイスイッチのコントローラー壊れやすいからね。お、マンハッタンカフェ開いてんでいやーでもなー、女の子は特に下半身が重要やねったり、ああね、足の筋肉の方がでかいから確か代謝が良くなるはずつって、ああね、冬体が定期ならそろそろ母体を変えないとつって、いやでも14歳やからなぁとは思うよね。まあでも今年無理やったらアマグリ引退かなって感じかな。さすがに2年連続不受胎で終わるってことはそういうことなんかなって思うけん、エンパイアメーカー両方つけてみる。頑張れー、相変わらずマンハッタンカフェ開いてて草っつって、マンハッタンカフェ開いてましたね。じゃあどうやろうな、うわっす、送ってきたな、君がよ送ってか、 OK、 あまり手がかからずとても落ち着いている、なるほど、フォルって、そうでしょ、おとなしくて手のかからない、 OK、 誰の子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 、あれやな、放牧出して速攻太るタイプやな、いいんやけど。14歳なら引退もありかもねっつってね、今年ちょっとできんかったら甘栗引退かな、寂しいけど引退になるかな。スレイプニル、いやこれすっか、希少位珍しいいい子もいるんよ、うちの牧場でも。富士祭というか楽鉄と肩を舐めるぐらいいらないやつつって、いやほんそれやからな、ガチほんまにいらん、楽鉄と不受胎ガチいらん、なんであるんやろうね。プンスカプンスカ、絶対いらんじゃろうと思うけどな、そのシステム。メロンだったったか、だと行こうな、メロン割と長いの走れるよな、そうよね、長いダート、長いダート、あー、いやー、6月でなんかないかな、あ、これでいいじゃん、2100、リアルでもこんなに不受胎するんやろか、どうなんやろね、リアルの競馬はな、このままやったら弱小鉄牧場になるっつって、いや本当に弱いの嫌やな。一番いらないのズブなんですけどねつって、まあほんとそうプンスカプンスカ定期つって拾われていく。ちょっと上げていこう、5月1日、1日じゃなくて1週目、マーフィーいやー
や今週走らん、逆に逆に今週走らせて今調教しようやね。本日もプンスカプンスカってお弟子さんはプンスカも可愛いよって定期的に言ってみる。ありがとうございます。うちの繁殖インパ23歳まで産み続けて未だに現役です。うわ23歳強いな、いいな。でも元気でよろしいね、羨ましい羨ましい。ズブはマジいらん、両米全部持ってく、プンスカプンスカ。いらんよねほんまに。ねさタグ多すぎて無制限あるツイッターではきついでっつって。タグ1個しかないんよ。手ちびなんよタグは。普通に増やしてるのもみんななんよ勝手に。うたた姉ちゃんはね、1300とかどうじゃろか。ねうたた姉も調教しとくか。 AI 任せとったら何もしてくれへん時あるからな。ズブね、わかるわかる、今日一周しかしないから延長戦頼むっつって。いやどうじゃろうな、もうでも3時間ぐらいやってるからな、すでに延長戦に入ってるんよな。そろそろ終わらんとな。まあこんなもんでしょう。まあこんなもんでしょう。ムカつくな。いやーやだな。みんな大体に3人っつってスタスペプンスカフ。マーフィー1枠かー、行こう。いやーマフィンとねうたた姉買ってほしいよな。買ってへんからな、頑張ってほしい。東京競馬1レース3歳2勝利、頼むよ。芝 1600m コンディションは良。スタートしました。マフィンナガフィフトフィットありがとう。わーいいスタートだね。左右から押して1番マヒン頑張って負けないでっつって頑張ってほしいんやけどな。2番手変わって9番いい逃げやけどどうやろな。2番マジェスティゲート好位をキープ。これを見るように頑張れ。8番アーヒラ後ろに3番アーデントリー。マフィンファイトーってありがとう。頑張れ頑張れマフィン、マフィンそろそろ勝ってっつって。いや本それないよな、そろそろ勝ってほしいよな。 36.2 やって。マイネルプリサイス5番逃げ頑張れ。10頭各馬一段となっています。先頭は東海パシオン、差がなく2番マジェスティゲート。頑張れマヒン、ちょっと前に来るのはやめてもらって、道を防ぐバーやめろって言ってやろうが。頑張れマヒン頑張れマヒン、抜け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 、横から抜けマヒン、頑張れ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 マヒン、残り200、頑張れ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 、走れ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 、いけ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 ーつって。いや惜しかったね、もうちょっと。いやマジでもうちょっと、くー、もし伸びが可愛い、惜しかったね。これはマフィア。マフィアじゃないよ、マフィンなんよ。惜しいのてちちち、ありがとう。もうダビスタには我慢ならんプンプンつって。いやもうダビスタよろしく頼む、うちの子たちを。やだなーやだなやだなやだなー、レースの後の疲れがある。走れ走れ走れマフィン走れ。
ダートとか走ってみるか。マフィン、めちゃくちゃ芝の足してるけど。もうピンク帽子の東海の馬には勝てんのかつって、東海帝王プンスカプンスカ使ってこうつってね、旅スタやめないでねつってね、旅スタやめる予定はないけどな今んとこ。あー姉さんが高校野球の監督と化しているつって走れ走れ走れアートグラウンド参集だ。くそー2勝目か。誰の子よいしょ。あ、川田さんでもまだ乗ってくれんねんな、6歳でも。歌ったね、丸山さんで大丈夫です。あー2500走んの、ほんといいけど。いってらっしゃい。お、クリームも出るってよ。急にみんないっぱい出るやん。いいよ、ゆたかっちにするか。ラビスタもバグってますね、プンスカプンスカっつってバグスタ。こんな高校野球の監督いたら多分舐め腐ってるっつって。嘘じゃん、うたた寝は勝たなきゃならんっつって。勝ってほしいねんけどな。監督疲れた、わかった走れっつって。よし、パープルやろう、コメラ盛り上がること間違いなっつってパープルな、野球の勉強からせなあかんわ。でもパープルやるんやったらさすがにな、ルールぐらいわからんといけんけえな。うん、でもパープロくんもあれやろ、育成ゲームなんじゃないの。やったら楽しそうやなと思うねんけどな。ラビスタのだって野球版ってことでしょ。もっといろいろやること違うんやと思うけど。誰の子、うん、サク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 セスおすすめですよ。そうなの、カードはぶっきらぼうやけどギリがたい男やでっつって。そうなんや、個人的な妄想です。妄想かい。パープルは野球系シミュレーションモードもあるよっつって。え、経営バージョンもあるの、そんないっぱいあんのそんなもうモードがなんかモードいっぱいあるから余計よくわからんのやけど。野球はピッチャーが投げる人ですよつって。それはわかるそれはわかる。このままやとおてちの顔出ししてもらうよつって。どういうことやねん。栄光はないならなんと本当に姉さんが野球高校野球の監督にっつって。あーね、いや全く野球知らない配信者がやって余計盛り上がったからありっつって。そうなんや、野球少年だったけどサッカー好きですって。あ、そう、そんな場合もあるの野球経験者でもルールを完璧に把握している人は稀ですって。へえ、まあまあそうか、まあそうか。でもなんか打ったら走るんやろみたいな雑魚知識しかないけど。栄冠、栄冠な、栄光じゃないな、栄冠、栄冠ないな。オッケーオッケー、任せてほしい。なんなんちゃうの、栄冠ナインとサクサクセスと、うん、球団経営シミュレーションモードとはまた別な、同じゲームで全部できんの、モードがあるんかな。先行かな。野球知らなくて実際プレーが厳しいなら栄冠ナインが一番面白い。自分でプレーしなくていい、高校生を育てるゲーム。そうなんや、同じパープロでできますね。モードがあるんやね。ほな審判はルール知っといてもらいたい。確かにフィルダースチョイスとか素人パニクルは何それ何それ、全然分かれへん、カタカナ出てきてんけど。うたたね頑張れっつって、ありがとう。3歳2勝、これで勝てたらでかいんやけどな、だったねな。
は全選手に名前つけれます。そうなんや。うたたねファイターってありがとう。コースタートはうたたねモーアイやっていいね。嬉しい。栄冠ナインは実質ダビストみたいなのも。そうなんや。なんならやるんやったら栄冠ナインが一番わかりやすいんかもしらんな。最初はあ、茶袋さん490円スーパーじゃった、ありがとうございます。タラスパー天気ありがとう。雨ありがとう。茶袋さんタラスパタラスパー天気。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、さあ勝てるかつって。うたたね頑張れ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 、走れ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 、頑張れうたたね頑張れ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 、どうどうでんでれでんでんでん、ありがとう。頑張れうたたね頑張れ。降りるか。いやー落ちてったなー、あかんかったなー。栄冠は野球版ダビスター。そうなんやね。サクセスモードそんな風になったんか、いや分かれへん。バッハ出た。もういらんねんそれ、ガチで楽鉄や。漏れちゃったね。だたねーつって、配信タイガースを鉄人さんの力で日本一に導いてくださいつって。なんだ、高校野球以外にもあるってことやんな多分それはな。うたたねーつって、フィルダースチョイスカタカナダメなら漢字で野戦です。なるほど。何選手選ぶってことか、いや球団選ぶってことか。言われてみれば栄冠はガチでダビスタそのもの。あ、そうなんや。うたためドンテチありがとう。あー、ドンテチありがとう。3歳1勝クラス、おせちのマジックにかかってるんよつって。なんやマジックって。楽鉄ドンテチって、いやもうマジで楽鉄いらん、やめてほしい。7番グログランすっと前につけました。やだね、楽鉄はもうポスカーって楽鉄しました。テヘッツって、いや楽鉄ほんまいらんよね。クリーム頑張れ名称ブレナム、頑張れクリーム、ファイトファイトや。柳の得意な言い訳やつって得意な言い訳なんやあれ。野球はベストプレープロ野球世代の3列って。そうなの、正直言って栄冠はなく。泣くの、そうなんや。内から1番ブルーシューズ、頑張れ15番頑張れ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 後続各馬の動きはどうか、頑張れクリーム頑張れつって、クリーム頑張れクリーム頑張れ、走れ走れ走れ、伸びれる伸びれる、足があれば伸びれる、頑張れ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 、詰めてるけどな、伸びきらんな。なんか一番人気に支持されるんよなクリームは。なんであかんねんやろ。野戦野球選択の役、野球で、何打球を取った戦野手が一塁で打者をアウトにできるのに、先行走者をアウトにしようと他の塁へ送球し間に合わずに前走者を生かすこと、フィルダースチョイス。へー、なるほどね。ダビスタも泣くなーつって、ダビスタも泣く。ジジありがとう、ナイス掲示板ありがとう。馬じゃなくて人を育てるからね、いろんなドラマが不思議と生まれる。へー、勝手に負けても最後はマジで泣く。へー、そうなんや。野球選手を野球選手属と読むのはさすが姉さんつって野手やったクリーム惜しいなつって。いやクリーム惜しかったね。あー芝走らせようと思って忘れとったな。じゃあ腰やん、そろそろや。掲示板にすら入らんかったら、これで掲示板にも入らんかったら次引退させようかなと思います。よろしくお願いします。いや腰やん、さすがに走れなさすぎかな個人的に。なるほど、分かってないポンスカポンスカつって判断ミスのことかなって。なるほどね。いや分かったよ分かったよ、隣の川田分かっとるなつって。ご支援頑張れ、ありがとう。東京競馬3レース
4歳以上一生クラス。毎年リスナーみんなが鉄尾さんにパプロ休みやらせようとするのウケる。めっちゃ説明してくれるの優しいからな。いやパプロ知ってる人多いんやったら教えてくれそうやからいいよね。誰も何もわからないゲームするより誰も何もわからないのよりはいいと思う。そのうち番おまさんみんな頑張ってるんよっつって。そうやな、おまさんは頑張ってくれてるんよ。キッシュが悪いねんつって。キッシュになすりつけ、でもキッシュなすりつけすぎたらな、復讐来るからな。少し差が開いて12番グレイングラン、1番人気6番萩のカエラ。この位置痩せようとはしてないけどいくらでも説明はする。でも見てみたいねっつって。ありがとう。向上面12頭各馬一段となっています。もう一度先頭から頑張れ。 1000m の通過タイムは1分2秒2。先頭は7番フラッフィーベア、さらに11番サクセスファイター、8番フレンマンナス、ふーんって感じやけど少し差が開いて4番プラチナボンス、どうやろうな。外から10番レッドバール、5番コシアンモーアイ、真ん中あたりにつけています。真ん中あたりにつけてます。なんかでも長いの走ってるよねコシアン。確か2000何歩みたいな走ってるやんか。コシアンそんなに走れんのかなって感じやんね。分かれへんけど。ゴールデンフィジー先頭は依然頑張れコシアン、頑張れ走れ走れ走れ。8番グレンマクナス後位につけました。長い方がいいのかな、スタミナ切れへんのかな。頑張れコシアン、頑張れ。全く見えないぞコシアン、コシアン。もうちょっとさ引きを見せてくれ。あそう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 、それそれそれ。あースタミナ切れたかな。でもスタミナ切れたかな、さすがに2500長いよな。そうよな長いよな。あでも相手が悪かったですしか言えへんねんや。5番人気やしね。コシアン頑張ってっつって。配信者が知らんゲームしてみた面白そうっつって。せがれいじり見たけどわからんかった。あれはおてちが単純にやりたいゲームやからやっただけやからな。おてちが好きでやったゲームやねあれは。誰も何もわからんカオス配信一回見たい気もするっつって。誰も配信者も見てる人も誰も何のゲームかわからないまま配信するってこと、カオスすぎん。柳が2番目に得意な言い訳やっつって。余裕からな。AI に任せて楽したらって。 AI に任せて今のレース走ってる。セガレジではもうあの雰囲気で腐らないよっつって。あれほんまにお手ちがやりたいだけやったからな。惜しかった。コシアンのスタミナが切れんかったら実質優勝っつって間違いない。いやでもコシアンそろそろ引退やね。次引退試合にするかコシアンのね。ちょっとねあんまり走れなかったねコシアン。13番シルポートこの位置悲しきやけど。誰の子頑張れファイトもありがとう。誰の子の6歳の方が全然走ってるもんね。早い子やけど誰の子はもちろん。後ろに2番ジャズファンク各馬第3コーナーをカーブしていきます。しゃあないね。外から5番スピルバーグ続きまして12番アクションスター。11番メートルダー。12時になってまうやん。終わるか終わるか。先頭までは10馬身以上。そろそろ終わらんとな。喋りすぎや。59.2 やってちょっと早いね。14番パーリーロブスト2番手、3番アカネサス。セガリーリはセンシティブって。確かにまんじゅうの中に入れれればまだ大丈夫だよねつって。その通り。コシアンはうまいまんじゅうの中に入っているの。いちご大福食べたいなおてち。いちご大福美味しいよね。頑張れ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 。誰の子なんとかなんとか食い込んでなんとか食い込んで。あナイス伸びナイス伸びナイス伸び。どうでしょう。いやー入らんかー。惜しいねー。ナイス伸びやったんやけど。こんばんてちてちてちつって。たまちゃんさんいらっしゃい。こんばんは。来てくれてありがとうございます。よかったらゆっくりしてってください。こんばんは。8番人気で8着かー。なるほど。
負けっぱなしで終わる気ですかつってマネコさんになったいやー12時になったらさすがに終わる。頑張った惜しかったですねつってありがとう、高評価減ってないから実質優勝つって、いやマジで高評価減らんくなったありがてー、治ったと思う。これはコシアン食べた時に思い出してね、コシアンモアイの気持ちの代弁ですって、みんなの名前覚えてるよ、でもちゃんと忘れはせんかな。みんな伸びたからダメだったわつって、みんな伸びとったな。マフィンだとな、どうやろね、めちゃくちゃしばーしやけど、ぶったったね、芝行ってみる。1600の芝にするか。6月3週目か、もう早いな、やだな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 。ひークリームはまあでもあれやね、掲示板にはずっと入ってくれとるけんな、言うてそこまで文句は言えれんな、一生やけど。この子割と短いね、まあいっか。クリームはん誰の子あれやな、つかコシアンのラストレースは選ぼうか。1800とか走ってるか、短い方が早いんじゃないかな、この子。これかな。うん、これにしよう。コシアンな、コシアンあれがラストかな。誰の子はちょっと置いとくか。オッケー。今の時期はどっかの名馬の誕生日なんよ、でもマイペース大事っつってありがとうみんな毎日が誕生日やからな。いちご大福はよく半額に見切る、そんなには売れないっつっていちご大福美味しいのにな、ちょっと高いからなんかな。マフィン買ってくれたたね、芝居てみると聞こえたが気のせいよねっつって芝居てみる、違うよ、芝居ってみるよ芝くんちゃうわい。 YouTube どうやらアップできてた、しかも2日前。あ、そうなの、それのせいでなんかいろいろ変わってたんかもな。2日前っつってだやけんあれやんね、ちょうどおてちが治ったんじゃねえかと思ってた時じゃない、火曜日っしょ、火曜日の眼音で治ったんじゃねえっておてち思ったもん。スタートしました。いちご大福の甘さと程よい酸っぱさがほんとして、わかる、おいしいよねいちご大福って。花を奪いに行きます。2番コスモリミックス、やけん高評価のバグもそれで治ったんかなって思うもん。みんな今日もいっぱいしてくれてありがとう、感謝。後ろに7番マフィンモアイ、全然全然お馬さんは勝ててないのに押してくれてありがとうね。1番ルンルンキャット、ルンルンキャットやっていい名前だ。 600m の通過タイムは36.7、おすすめやね。うち押さえて9番 JL フラッグ、3コーナーに差し掛かろうとしています。おてちにしばかれるっつって、おてちはしばかないよ、優しいからね、懐が広いからね、しばかないよ。いけいけゴーゴーマフィーンつってありがとう。マフィン頑張って勝たないとステラおばさんに食べられんでーつって、ほんまよ、クッキーと一緒に売っちゃうぞ。マフィン頑張れ、ありがとう、頑張れマフィン、ほんまにマフィンもそろそろ勝ってほしいねんな。わずかに先頭か、迫るコスモリミックス、残り200を切りました。頑張れ、伸びてるけど、もっと来い、いけ、マフィン、勝負になった。最後は2頭、判定をお待ち。
んけど、どう？うわー、わからんっつって、いや、どうじゃろか。いや、勝ったんじゃない？鼻長かったか、マフィン。いや、負けてるし7か。いや、勝ってそうやったくない？今のさ、スローで見ても、スローで見ても勝ったと思ったのに、鼻短いわ。マジか、嘘じゃん。どうと聞いて、コンテチーズって、レバンさんいらっしゃい、コンテチー来てくれてありがとう、ギーン、勝ったと思ったのにつって、いや、今のさ、ビデオ判定勝ったと思ったよな。番号把握してなくて、クサッとって、いや、3番やと思ったもん。リクエストやーつって、嘘、物いいつって、鼻低かった。トンテチありがとう。いや、来たと思ってんけどな、今の。マジか。これはリクエスト案件って、到着ってあるんかなって、いや、ないんやろうね。今のほぼ到着みたいなもんやったもんね。今日の見せ場やのにつって、いや、ほんまよ。今のめっちゃ惜しかったくない？っていうか、むしろ買ってたくないですかって思うんですけれどもね、てちびさんは。殴り込み案件って、いや、ほんまよ。引き連れて行こう、みんな。最後、鼻水飛ばせば勝ってたねって、いや、ほんとそう、覚えさせとけばよかった。飛ばす技、鼻一瞬だけ離す方法とかさ、教えとけばよかった。ペッて飛んでパッて帰ってくるやつな。芝外回り 1400m。 このゲームは到着ないね、リアルはあるけどつって、ゲームではないんや、リアルはあるんやね。でも到着、その場合って1着1着になるの？まずは先行争い、2頭とも勝ち馬になるの？先頭に立ちます。やり直しを要求するーって、間違いない。12番大勢スターに好意につけています。内側9番もう一回ビデオ判定見せてほしいもんな。4番ワンブレスアウェイ、外を抑えて6番イースターモアイ、それから10番頑張れーイースター、意義ありっつってめちゃくちゃ意義あったんやが。600m の通過タイムは35秒7。頑張れ。外を抑えて8番ブライトンロック、内を抑えて2番タガノブルン、3番ベルキュー、外から差を詰める1番ランウェイデビュー、後方4コーナーから直線へと向きます。2頭とも1着、あ、そうなんや、2頭とも1着になるんや、到着って。ブロードストリート馬券とかも、じゃあどっちも当たりになるってこと？的中になるんや。2番手大勢スター、うわーはー、イースター頑張れ。いやー、6着かな。イースターも頑張って、イースター、イースターって、いや、6着やったね。出遅れんかったら5着やったかなって感じやね。惜しいな。イースターもね、もうちょっと伸びれたらいいんやけどな。フジュタいませんように。おし、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 フジュタイおらんかったで。よし、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 いいね。よかったー、よかったー。一着川田やんけつって、嘘、川田さんやったー。3月の桜花賞トライアルで1着同着やった。あ、そうなんや、マジか。あるんやね、やっぱり。プロ野球の世界では実際に3年前ビデオ判定をめぐって監督が試合後審判控室へ勝ち込みに行った事例があります。そうなの？ほんまかいな、あれって言いに行ったってこと？今日は15日の木曜日だから、これは嬉しいっつって。私もっと競馬の勉強してしっかりしてっつって、キリもいいなっつってね。馬券的には単連系は半額になる。あ、そうなんや。2350お知らせしますね。サルチッチありがとう。23時50分ってことやね。ありがとう。うわ、めっちゃ出るやん。
終わるか、そろそろ。リアル競馬にはあまり興味ない。そんなことないよ、そんなことないけど、このゲーム始めてから競馬のことを学んだから知らないことの方が多いかな。もともと競馬好きだったわけじゃないけん、このゲームやりだしてから競馬を覚えたって感じやから、リアル競馬の方は全然やったことないってだけかな。次の子の名前はリスナー派。リスナーはモーアイみんながモーアイになっちゃうよ。でも可愛いけどな、それはそれで。それでは仕事してるふりしますって、頑張って、ありがとうね。ホルッティ性格きついって言われすぎじゃないか、マジ。よいしょ、ツルツルキープ大事、睡眠大事っつって、確かに寝るかなんでデブ人に食いついたんつって、なんでダビ人に食いついたん、スタスペの代表の夏目さんっていう人がダービースタリオンっていうゲームあるよって教えてくれたからだよ。楽しいゲームあるよっつってそれで学び出した感じ。へー、そんなゲームがあるんだと思って。ダートでも2着やったんか。いやー、どうなんやろうな。ダートが良かったんか、もう一回ダートやってみる。夏目さんって人、そうそうそう、夏目さんって人がいるの。うん、ガンダムにも引き込まれました。そう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 、もてちあんまりゲームやってない人やからさ、どんなゲームあるんか知らんのんよね、世の中に。えけんね、教えてくれるのありがたいよね。いいね、エンパイアメーカーいいねどっちも受注して受胎してくれたね、いいっすね。オッケーオッケー、なるほどって、そう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 、育ちにちなんであれ出しモーアイとかこれ出しモーアイとかちょっと可愛いかもしらん。とりあえず誰も知らんゲーム探しときますねつって誰も何も知らんゲームよし、じゃあそろそろ終わるか。これ走ったら多分また長くなっちゃうけん、今日はこれで終わるか。終わろう終わろう、6月にも入ったことやし、12時にもなる前にね、今日は終わりたいと思います。あんまりね、ゲーム知ってるけど、それでもセガレイジラは知らんかったぞっつって、あのゲームはね、お手地がもうやりたかったんですよね。有名なゲームじゃないっていうのは分かってたけど、マイナーゲームはね、終わらないでーっつって、今日終わっちゃうよん、おつでしたっつって、ありがとう。ならいっぱいあるね。インディーゲーってなんだ？よいしょ。最後に告知だけさせてください。今日もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。あんまりね、あんまりっつうか全然勝てれんかったけどね、最後まで見てくださった方々ありがとうございました。また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 ね、ダビスタやると思いますので、その時遊びに来ていただけたらなと思います。と、もしまたの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価押していってくださいましたら励みになりますので、よろしくお願いいたします。お、NHK さん、アイコン変わったやん。ちょっと離れてるやん。お疲れ様でした。もありがとう。本編入りますって。はい。ということでね、明日の告知です。明日はね、メンバー限定にはなってるんですけれども、たこ焼き作りながら雑談配信するってよーっていうことでね、明日の4月16日の21時からね、おてちのチャンネルにて雑談配信を行います。こちらはね、メンバー限定になっておりますのでね、もしご興味ある方はメンバーさん入っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。おてちがたこ焼き作るよー。お酒飲みながらたこ焼き作りながらみんなと喋れたな。
なと、喋れたらなと思います。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。つってセレナさんこんばんは、ありがとう。今来てくれたところやのにごめんね、ありがとう。こんばんは、お疲れ様もありがとう。でしょ、無言たこ焼き配信ですねつって、無言になるかもしれません。いやならんけどな、喋るけどな。たこ焼き準備しましたつって、ありがとうございます。やけど期待つって、うわほんまにやけどしそうやな。よし、じゃあ今日はこれで終わろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。あ、最後にスーパーチャットくださった方々のお名前呼ばせていただきたいので、ちょっと待ってください。僕も今から来たんよ、結構前からいてくれてる。球場の売店でたこ焼き探しときますって、探しといて。よいしょ、楽しかったです、お疲れ様でしたつって、ありがとうございました。ほんならね、今日スーパーチャットをくださった、ヒロニャン、ヒロニャン、ソジさん、コウちゃん、ミヤノさん、サエキさん、NHK さん、ヒロニャン、茶袋さん、ナイススーパーチャット、ナイススーパーステッカーでした。サハラスーパー、Thank you、 ありがとう。ね、本日コールマインさんがね、お手ちびに帰ってきてくださいました。おかえりー、ありがとう。ということで、ということで今日もこの辺で配信終わりたいと思います。本日もたくさんコメントくださった方々も、ロム線の方々も本当にありがとうございました。また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 次の配信でお会いいたしましょう。ということで、一応締めで終わっていきたいと思います。皆様お手を拝借、よーおパンツって、ありがとうございました。お疲れ様でした。タラスパーもありがとう。チェチコこんばんはつって、マジマフルーツさんこんばんは、来てくれてありがとう。ごめんね、今終わるところなんや。ありがとうありがとう、来てくれて。ナイメイもね、おかえりメイもありがとう。テチ大好きもありがとう。パン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 もありがとう。お疲れ様でしたもありがとう。ほんならほんなら、皆様おやすみなさい。本日は木曜日、明日は金曜日ということでね、1週間の終わりもね頑張っていきましょう。なんだ、もう12時になるんで、この後すぐ寝るんだよ。みんな早く寝るんだよ、お肌に悪いからね。ツルツルを守るんだよ、タンパク質を守るんだよ。おせちはちゃんと腹筋してから寝るからね。あんなー、みんなーおやすみー、おやすみー、おやすみー。あ、みのしろきんさんパンありがとう。またねー。